マンチェスターユナイテッドが2年ぶりにこの埼玉スタジアムに戻ってまいりました。日本のチャンピオン浦和レッズがどういうふうにこのプレミアリーグのチャンピオンに挑むか非常に楽しみです。さあこのゲームなんですが、解説は福田正博さん、そしてリポーターリアド・ジェイラン、実況上田明でお伝えしてまいります。福田さん、はい、非常に楽しみですね。楽しみですね、本当に、ね、中のワクワクしてきませんか。そうですね、もうマンチェスターユナイテッドがですね、はい、ベストメンバーでこう戦ってくれるんでね、非常にワクワクしてますね、どんなプレー見せてくれるのかなというような感じで、本当に楽しみでたまらないですね。日本のチャンピオンですからね。そうですね、やっぱり意地を見せないとね。そういうことですね、そして今埼玉シティカップが映っています。そしてご覧のように雨模様ということになりましたが、この雨の与える影響どうでしょうか。いや、かえってですね、はい、マンチェスターユナイテッドとしては戦いやすいんじゃないですかね。そうですか。ボールが動きますからね、それも楽しみの一つだと思いますけどね。気温が20度3分ですから、非常にこう肌寒い感じがあります。まあ、そういったおそらく気温も影響して、選手は思い切ったプレーができるんじゃないかなという気がします。さあ、この日本のチャンピオン浦和レッズが、そのプレミアリーグのチャンピオンマンチェスターユナイテッドにどういうゲームをし、そしてなおかつ勝利を手にするか、非常に楽しみにしたいと思います。この放送は埼玉スタジオ2002からお送りしています。埼玉シティカップも過去にビッグクラブが何度も来日をしています。さあ、その4ゲームありますが、ちょっとご紹介をしたいと思います。さあ、まずはこの2003年です。相手がフェイエノルト。福田さん、はい、小野伸二でしたよね。そうですね、でこの1本、そうですね、素晴らしいシュートでしたよ ね、うん、はい、これね、若いですね、まだね本当に、はい、そしてこの五輪という、田中達也ですね。そうですね、エメルソンもすごかったですね、このシュートね、キレキレでした、この時はね、はい、ということでこの結果は2対2の引き分けでした。さあ、そして2004年には今度はインテルが来ます。さあ、そのイタリアのインテルが来て、ここはあのレコバが注目されました。そうですね、そしてエメルソン、ただエメルソンの方が目立ってましたけどね、この試合も、これでそのままイタリアに行くんじゃないかという話もありました。そうですね、そのぐらいの活躍でしたよ、ねえ、はい、これはレッズがエメルソンのゴールで1対0で勝ちました。ちょっと物足りな感じありましたね、うん、ちょっと物足りなかったですね、はい、さあ、そして2005、これがバルセロナ、今チキンが映ってましたね、はい、はい、さあ、そしてこのゲームなんですが、わお、シャビです ね、はい、そして今度は後半からご覧のようにこれ結局は3対0なんですね、はい、ラーション、ね、ラーションね、2得点でした、まあ、3対0、そうそうたるメンバーです ね、はい、さあ、そして昨年がバイエルミュンヘンでした。カーン、このゲームはバイエルンも決して良くなかった、うん、魔界が映っていますが、あのワールドカップ明けでしたからね、はい、そうですね、はい、で実は点を取ったのが黒部なんですね、うん、そして勝ったのが浦和レッズでした。さあ、そしてまあ今回はマンチェスターユナイテッドなんですが、まあ、このユナイテッドが日本に来るのがその2年ぶり、そして2005年にこのレッズと対戦をしているんですが、メンバー的にはそんなには変わっていないということになりますが、さあ、まずレッズのメンバーからご紹介しましょうか。さあ、今日の浦和レッズですが、もちろん日本代表で3人書いています。トゥーリオも故障ということで書いていますが、鈴木がキーパー、細貝、堀之内、ネネ、そして長谷部、内立のボランチ、山田、相馬で、小野ポンテがいて、田中達也というこういったメンバーですね、はい、まあ、今、はい、あの状態だったらもうこれはベストだと思いますけどね。そうですか、はい、そして、控えの方ですが、ご覧のような選手が入っています。まあ、この辺をどういうふうにまた変えていくのか。まあ、それから簡単にこれ、行きましょうか。マンチェスターユナイテッドです、こちらの方はご覧のようにファンデルサール、そしてブラウン、ファーディナンド、ビリッチ、エブラ、フレッチャー、キャリック、スコールズ、そしてロナルド、ギグス、そしてルーニーという、まあ、こういった選手が入ります。そして控えの方です、まあ、控えの方はご覧の選手になりますが、まあ、とにかくどの選手が出てもおそらく活躍をしてくれるであろうという、まあ、レッズの選手がどういうふうに止めてくれるか、まあ、これも今日身をもって見ていきたいと思います。まもなく選手が入場してまいります。なんとなく静まり返っています。そしてこれからおそらく選手入場でわーっというどよめきが起こるはずです。マンチェスターユナイテッド、昨シーズンはダントツでこのプレミアリーグを16回目の優勝見事に制しています。まあ、ですから、まあ、ある意味でやっぱり世界のトップレベル最も強いチームがこの埼玉にやってきたということになりますが、それから先ほど実はあのボビーチャールトンさんがセレモニーでカップを手にしていました。福田さん、はい、すごい方なんですよね。すごいですね、
あのサーの称号を持ってますし、はい、でプリミアリーグ759試合249点、はい、もう1点取っとけばね、まあでもその取らなかったのがまたいいところなんじゃないですかね。なるほど。いやでも本当偉大な方ですよ、あのサッカーやってる方だったら知らない人がいないぐらいね、偉大な方ですし、非常にこのマンチェスターユナイテッドのイメージも非常にアップしてる方ですから ね、あるいはボビー・キャルトン、それからジョージ・ベストですよね、はい、もうみんなが知るそういった方になりますが、さあそしてこの大きな拍手、選手が入場してまいりました。いやこのサッカーのメッカ埼玉スタジアム2002で、そして今このマンチェスターユナイテッドの選手が入ってまいりました。皆さんどうですか、それぞれのこの表情を伺って。いやー、プレイヤーでいたかったなと僕はちょっとやめて5年になりますけど、とやりたいですね、そういう相手ですね、もうそうたるメンバーですからね。そしてまたこれフラッシュがすごいですね。そうですね、J リーグであんまりこういうシーンっていうのはないですけど ね、僕も撮りたいぐらいですね。ただ撮れますかこれ、ズームアップして。最近のカメラは性能がいいから撮れるんじゃないですか ね、それ以上ちょっと遠いですけどね、はい、携帯電話で撮ろうとしたんですがちょっと無理ありましたね。ちょっと無理でしょうね、携帯電話ではね、という選手が今整列していますが、実はあの97年の7月22日に、まあ、最初にこのレッズと対戦しています。この時だから福田さんが一緒に対戦しているかなと思ったんですが、実は出てないそうですね、はい、そうですね、僕はちょっと足首の故障してまして、はい、うん、その試合ちょっと出れなかったんですね。もったいない、はい、コママスタジアムでしたけどね、はい、でレッズはあの2対1で敗れたんですが、スーブシャールが2点で、レッズの1点は福田さん、はい、誰でしょうか。大島なんですよね、はい、あの時の大島セルも結構キレキレでスピードありましたし、そうですね、非常にこうゴールに向かう姿勢を持った選手でしたね。本当ですよね、はい、さあそして今またセレモニーが行っておりますが、まあ、激励ということになりましょうか、さいたま市の相川市長、まあ、それから今藤口社長代表の顔も見えました。うん、レッズの選手の表情どうですか。まあリラックスしていると思いますね。そうですか、あの勝ち負けよりもやっぱり楽しもうという表情なんじゃないですかね、リラックスしたいい表情していると思いますね。今その J リーグのディビジョン1では第2位というガンバ大阪の次になりますが、まあ、おそらくこの J リーグもこの2強という格好で行くような雰囲気あります。そういうことですね、メンバーを見ても調子も見てもそういう感じですね。ですからまあ連覇なるかどうかということですよね、はい、一方のこのマンチェスターユナイテッドはそのプレミアリーグチェルシーの3連覇を阻んだという、しかも83の勝ち点という、かなり飛ばしましたよね。そうですね、本当に先シーズンですか、優勝した時は本当に勢いもありましたし、はい、チームが本当に一つになってましたね。その中でやっぱり個人でクリスティアーノ・ロナウドとか、はい、やっぱりベテランであるスコールズ、ギブス、ガリ・ネビル、これがやっぱりいい働きをしたなという感じがしますね、いやですからそういった意味ではサー・アレックス・ファーガソン、サーの称号を手にしていますが、ファーガソン監督がこれだけのメンバーをやっぱりうまくコントロールしなきゃいけないわけですよね。そういうことですね、そのマネジメント能力っていうのはすごいと思いますね。メンバーがいれば勝てるわけじゃないですからね、個性が強いっていうことはまとめるのが難しいということですからね、のような気がするんですよね、はい、それをまとめると大きなチームになったわけですよ、ね、チームに。ですからある意味ではケイロスさんコーチになりますが、はいはい、この力も大きいですね。そうですね、うん、名古屋で監督やられてましたけどね、もう本当に現場で見てるのはほとんどケイロスだと思いますが、はい、やっぱりその上にですね、やっぱりファーガーさん監督がいるっていうことがやっぱりチームをこう引き締めるってことになってると思うんですよ ね、非常にその2人のバランスっていうのはいいと思いますね。とにかく86年の11月の6日に就任をしてからなんとも22年、はい、一つのチームで22年ですよ。ちょっと ないんじゃないですかね。他に多分いないですよね、そういう方はね。まずこのビッグクラブは結果出なきゃまず終わりですからね。そういうことですね、まあ、基本的にプレミアはですね、はい、長いと思うんですよね、ただその中でも22年というのはちょっと別格でしょうね。いいですよ、本当にこの今のマンチェスターユナイテッドを築き上げた人なんだなっていう感じがしますね、22年って非常に長いですからね、さあそして今日はもちろんレッドデビルズということで、まあ、赤い悪魔ですから当然赤が貴重ですよね、はい、でレッズが譲りましたね。どうして譲ったんですかねそこはちょっと僕は不満ですけどね、ホームは裏ですからね、まあ、ウェルカムですね、はい、まあ、しょうがない、まあ、伝統が違うということで、まあ、しょうがないかなという気がしますけど、マンチェスターユナイテッドの色ですから、
まあ、浦和ももともとこの色ですよ、まあ、確かにね、はい、歴史ですか、戦う前から負けてんじゃないかとそういう意味ではね、譲っちゃいけないところだったんじゃないかなと思いますけどねさあ、そして、今日のこのメンバーになりますが、レフェリーですね、主審が松村さん、副審が手塚さんと山口さん、そして、東條さんが第4審になりますが、審判の皆さんもこのゲームをまた裁ける幸せがありますね。そうですね、やはりそのマンチェスターユナイテッドはプレミアでやってますけど、はい、プレミアの出身の方っていうのは非常に毅然としててね、やっぱりうまくこうゲームをコントロールするっていうことがありますから、はい、そういう意味ではそういう目で見られると思うんでね、そうですよね、いい緊張感を持って映画が吹けるんじゃないのかなというふうに思いますね、はい、いい経験にもなると思いますね、しかもプレミアはヨーロッパにあっても最もタフなそういったリーグになりますから、はい、そういうことですね、だからファール一つ取るか取らないかで随分流れ変わるんです。そういうことですね、そしてギグス、ルーニーがいます。いや、すごいメンバーですね。さあ、これから前半の45分が始まります。もうすでにフラッシュがたかれています。おそらく笛が鳴った瞬間にもっとすごいフラッシュになるでしょう。あー、あります。7番のクリスティアーノ・ロナウド、モテるんです。この人はスーパースターです。女性にですか、ボールがモテるということですか、はい、いや、女性です。女性ですか両方モテますね、はい、この人もやっぱり注目したいですね。ですからね、いやもうね、うん、クリスチャーノ・ロナウドを一人見てるだけでも楽しいと思いますよ、はい、ですよね、そのくらいのね、人を引きつけるスター性っていうのを持ってますからね、彼はね。さあ、そしてフラッシュが今かなりの光を発して、そしてこれからその前半の45分になりますが、さあ福田さん、どの辺見ていきましょう、そしてどの選手見ていきましょうか。まずはですね、まあ、浦和がどのぐらいこう通用するのか、うん、チームとしてですね、あと個人としてやっぱりマンチェスターユナイテッドレベル高いですよね、はい、その相手に対してどのぐらい個人として通用するのか、うん、それを見てみたいっていう気がしますね、選手としてはですね、もう全てと言いたいんですが、はい、まずはやっぱりクリスチャーノ・ロナウドですね、そしてルーニー、はい、そしてですね、まあ、あの中盤の底をやってますけど、うん、スコールズですね、彼はやっぱりいい、うん、あのプレーをしますからね、はい、それを見てみたいですね、まあ、ギグス、そしてスコールズ、ギグスが11番、スコールズが18番、まあ、やっぱりこのチームをずっと引っ張ってきた2人ですからね。そうですね、先シーズン優勝するにあたってですね、はい、当然クリスチャーノ・ロナウド、ルーニーっていう若手は頑張りましたけど、はい、やっぱりこのマンチェスター・ユナイテッドでずっとやってた、うん、今言われたスコールズですね、はい、そしてギグス、そして今日来てないですけど、来日してないですが、うん、ガリネビルですね、この3人の活躍があったから先シーズンやっぱ優勝できたっていう評価になってますからね。まあ、その辺ですから、ファーガソン監督の付属ですからね、はい、そしてこのわーという歓声が沸き起こりますが、これいいですね、山田とクリスチャーノ・ロナウドっていいですね、そしてエブラが入る、わーとこの辺のフェイント、そして、はい、うまい、そしてここから今スコールズが行きますが、16番キャリック、山田とクリスチャーノ・ロナウドのマッチアップは楽しいですね、これね、さあ、そして今度はここでうんとワンツーでボールを出しますが、ギグス、右方向へボールを持っていきますが、24番のフレッチャーが来ました。この辺の今ね、オフサイドになりましたけど、こうマンチェスターユナイテッドの一つの良さなんですね、はい、今ワンタッチツータッチでボールが動いてましたよね、この辺がね、パスワークっていうのがやっぱりマンチェスターユナイテッドの一つの魅力ですからね、はい、なるほど、そこにですね、個人の力ですね、はい、クリスチャーノ・ロナウド、ギグスのドリブルっていうのが入ってくるんでね、その辺の攻撃力っていうのは楽しみですね。さあ、改めてメンバーです、ご紹介しましょう。ウラデズです、キーパー続き、そしてディフェンダー右から細貝、堀之内、ネネになります。で、今日はボランチに長谷部と内田と入ります。右に山田、左が相馬、そして小野ポンテにワントップの田中達也という、まあ、こういったメンバーになります。まあ、そして控えの方には、まあ、ご覧の選手が入りますが、まあ、控えももちろん多くのベテランがいます。で、前回もからもちろん戦っているわけですが、若い選手もどんどん出てこうなんか勉強したいという気持ちを持ってますよね。いや、こういうチャンスはなかなかないですからね、本当に世界のトップのチームですし、はい、本当に素晴らしいチームですからね、そういう中で自分の力はどのぐらい通用するのかと、うん、いうところ見てみたいでしょう。そうですよね。だから長い経験になると思いますよ。ベンチで見るのもいいんですが、やっぱり出て実際に戦いたいですね。そういうことです。ベンチで見てるだけじゃダメですよ。肌を接してみないとわからない強さ、そういうものは感じることできないですからね。さあ、そして長いボールが1本出ました。クロスが1本入ってルーニーが待っています。10番ルーニー。うん、ここは山田ピアノでました。そしてキーパーの鈴木が出ます。これがオジェク監督です。まあ、オジェク監督ももちろん意地があります。レッズは当然この日本のチャンピオンですから。いや、今ルーニーですよね、ディフェンスに行ったのね。そしてエブラさあ、中でボール入りました。さあ、ここからギグスから1本出てフレッチャーですね。フレッチャーが行って、あ、シュートは
これは今長谷川がいい守備を見せました。いや今ねいい守備見せましたけど、はい、その前のやっぱりルーニーのディフェンス、真剣にやってくれてますよ、はい、そして今リオが行きました。囲まれています。リオファーディナンド。いやなんか名前を呼ぶだけでも本当ワクワクしますね、はい、この1対1見てみたい。あっとエブラ取られましたね。これねエブラクロスがいっぱい入るとシュート。ライアン・ギグスが打っていきました。ギグスはこのプレミアリーグですが716試合141点を取っている選手です。大ベテランです。さあそしてこのエブラも非常に高い位置をキープしています。ロナウド、まあ、前回2005年もそうでした。鹿島そしてこのレッドプレーをしたんですがロナウドが持つと本当にこのスタンドがブワーッと湧くんです。さあここは後ろリオファーディナンドが行きます。ファーディナンドからファンデルサーブ。36歳のベテランですファンデルサーブ。さあそしてそのマンチェスターユナイテッドですがメンバーですご紹介しましょう。キーパーファンデルサーブ、そして後ろはブラウン、ファーディランド、そしてビリッチにエブラで、中盤にはロナウド、フレッチャー、キャニック、スコールズ、そしてギグスで、ワントップのルーニーになります。まあルーニーがいかに点を取るか、あるいはロナウドが絡んでくるか、あるいはギグスがどこからどういうふうに打ってくるか、まあ非常に楽しみです。さあそして控えの方ですがグラノーラ選手が入っています。まあ今日はもちろんその8月の12日のプレミアリーグスタートをまあ想定して若い選手も連れてきています。まあそれから新しい顔もあります。まあそれもおそらく使っていきたいという気持ちは持っているはずですが、アレックス・ファーガソン監督がまあどういうふうな采配を見せるか。おっとボールを取った、田中達也打たせた。そして、ここはポンテに預けようというボールだったのか、あるいは山田の右サイドだったのか。今多分ポンテに出したと思うんですけど、やはりどうしても、ね、ボール回されてしまって、はい、あの攻めの人数というのは限られてしまうんでね、なかなか攻め手がなかったと思いますけど、はい、まあ、ああいう少ないチャンスを、ね、ものにしないといけないと思いますね、うん、慌てなくてよかったと思うんですよね。なるほど、達也自分で言ってもよかったかもしれないですね。いやそれしてほしかったですね逆にね、はい、うん、さあそしてここはまた中盤からボールをつないでいきますが、とにかくパワースピードがあります。この辺のね、最終ラインのボール回し、はい、それから前線に対してのこう縦パスですね、キャリック。その辺をやっぱり日本には一番欠けてるところですからね、今なんかもボール回しながらですね、ボール回しですね、投げる、どうだ、揺さぶられるか、球場として、そしておっとここはエブラ行ったんですがクリアボールになります、ね、山田まだあります。ここから16番キャリックが行きます。キャリックもシュート力ありますからね、うん、はい、そしてブラウンが行きました。これはちょっと伸びてしまった。多少雨を含んだこのピッチは、まあ、23センチの芝になりますがスリーピーになっています。このロナウドのトラップ、そしてここのフェイントどうですか。細貝の守備どうですか。細貝ついていってますねしっかりね、うん、まあ、なかなか飛び込めないですからしっかりと 見るっていうことが重要になると思いますね、飛び込むとやっぱりかわされてしまうんでね、はい、まだスタンドはなんかこの各選手のプレーになんかこうのめり込んでいる感じがありますが、さあそしてポンテが行きました。このシンジ左相馬使っていきます。さあレッズのチャンスか。でホリルスカもすでに手を挙げていますが、ここからクロスが入る、どうだ、打てるか打てないか。ビリッチのクリアになりました。そうですね、はい、なかなかただサイドから入れただけではね、高さありますからね、はい、リオファーディナンド、ビリッチとね、ビリッチは189センチあります、少しクロス入れるのも低くて速いボールだったり少し変化をつけないと、はい、なかなかこう中央では崩せないですね。なるほど、おそらくその辺は今1本入れたことではっきり分かったわけですね、はい、まあ、その後は今度どういうふうに変えていくかです。スコールズから右へ出しました。そしてキャリックが行きます。そしてもう一回ブラウンです。6番の右サイドバックのブラウン、ブラウンから中にボール入ったルーニーには通りません、失礼、11番のギュンスには通りません。こうボール奪ったらやっぱ裏を思いっきりこう出てもらいたいですね、はい、あのラインは高く設定されてますからね、はい、マンチェスターユナイテッドねスペースはありますから、うん、思い切ってこう出てってもらいたいですね、はい、どう考えたってチャレンジャーですからね、浦和はね。でしょうね。ホームでありながらチャレンジャーですから、はい、それはしょうがないです、まあ、ユニフォーム見ればチャレンジャーって分かりますからね、まあ、そうですね、残念ですけどね、はい、あっといいコントロールですね、ワンタッチコントロール。そしてこの辺ですね、はい、ここでギグス選手がその前ルーリーがいます。ここは山田のクリアになりました。山田美は守備かなり集中してますね。もう今日90分間、クリスチャン・ロナウドがもし左に張ることになれば、はい、山田も守備で精一杯でしょうね、うん、さあそして縦ボールが入ってきますが、サビのパスのコントロールね、今ルーニーね簡単に止めてますけど、非常にうまいですよね、はい、あとこのサイドチェンジのボール、うん、ボールスピードですね、まあ、ルーニーが今シーズンか、まあ、昨シーズンになりますが14点を取っています。一方のロナウドは17点を取っています、まあ、これがプレミアリーグでの得点になりますが、
まあ、ですがこの2人はもちろん点を取る中心になりますが、あの本当の意味ではこうセンターフォワード的な選手はいないわけですね。そうなんですね、先シーズンちょっといなくなりましたけど、はい、あのファンニステロおーっとうまい、で中に入ってボールはロナウドが合わないか。今のサイドのワンツーも素晴らしいです ね、はい、はたいて走る、そこにボールが出てくる、うん、はい、それだけなんですけど、簡単なプレーほどやっぱ難しいんですよね。それを正確に早くできるっていうところはやっぱり、だから今のプレーで今度は田中達也が今ポンテにボールが通っていったらうまいと言ったんですが、はい、やっぱり通りませんね。まあ、プレッシャーもありますからね、はい、プレッシャーも相当なものだと思いますけど、ビリッチゆっくり回して、そしてエブラ、このエブラもこの前半立ち上がり非常に目立っています。左サイドバック、そして18番スコールズ、ルーニーのポストですよね。そうなんですよ、このスコールズがですね、はい、ボールをうまく散らしながらですね、ゲームを作っていくんですけど、536試合は137点を取っている選手です。さあそしてこの24番フレッチャー、ここは持ってどこへ出すか、フレッチャーからルーニー、ルーニーここへ来るわけですよね、はい、そしてスルーをして、ここはそのままエブラが取ります。エブラ中に入れてギブス、これね見てる方、はい、なんで取りがないのかなと、ちょっとこれ危ないですね、うん、これね、ロナウドからすどうだった、山田のファウルか、あーなしですね、飛び込んだ感じになりましたか、はい、今のは、まあ、ああやってねちょっと前向かしてスペースをちょっとでも作るとこスピードに乗られてしまうんでね、まあ手を笛吹かれてもしょうがないプレーだったと思いますけど、よく止めたと思いますよ、スピードに乗られて仕掛けられるとね、はい、今のまたぎのフェイントにはついていけないですから ね、まあ、17点は、まあ、リーグのトップがあのチェルシーのドログバ20点でした。まあ3番目に多かった得点を取っているロナウドです。先シーズン MVP ですよね、はい、そうですよね、あのもうやっぱり世界のナンバーワンプレーヤーとまで言われてますからね、そういうことですね、本当に見ててもですね、はい、あの注目されるプレーしますし、それなりの活躍、あのヘディングも強いですし、はい、シュート力もありますし、まあ、ドリブルもできると、うん、もう本当にオールラウンドのプレーヤーですよね、まあ、今シーズンは5シーズン目ということになります、まあ、今シーズンというのは07、08シーズンですが、さあそしてルーニーが来ました。ルーニー背後からのボールを今コントロールして中に出た、大きく振っていきますがフレッチが来たんですがボールはダメです、そのまま出てしまいました。まだルーニーのシュートはありません。まあ機関棒的なことをずっと言われているわけなんですが、はい、やっぱりだんだん大人にはなってきますよね。いやそうですね、やっぱりファーガソンとの出会いっていうのも大きいんじゃないですかね、はい、あの精神的な安定っていうのは僕はあると思いますね、はい、あんまりこうカットするようなことは少なくなったと思うんですね、まあ、OB の大ベテランのジョージ・ベストさんからとにかく大人になってほしいという注文も作られているプレイヤーなんですが、でもなんかこう、はい、見る側にしてみるとね、うん、なんかやんちゃしてくれてる方がなんか、うん、面白い楽しい ルーニーイコールなんかそんな感じがするんですけど ね、なんかおとなしいルーニーってなんかつまんないなっていう、はい、それありますよね、はい、もし僕が監督だったら、はい、いや大人になってほしいと思いますけど、見る側にとってはですよ、さあそしてここはまたボールの場所がキャリックがいました。キャリック、ね、キャリックからそしてあっとここはギブスを狙っていますがキーパー鈴木が取ります。まあ、ルーニーといえばあの2005年おととしですよね、この埼玉スタジアムでしっかり点を取りましたからね、ルーキーシュートを見せてくれましたよね、はい、かなりの歓声が沸き起こったあれが4月の30日でした、まあ、ですがそれ以来のこの埼玉スタジアムというとなります。この人がライアン・ギグスです。ベテランプレイヤーです。まあ、ギグスは一つ18年目という今シーズンを迎えます。まあ、先シーズンの最初の頃はね、はい、もうどうなのかってちょっとファーガソン監督とのね、なんかいろいろなことがあって、そうですね、はい、あまりなんかこう合わないという話もね、うん、あるんですよね。ちょいボールですね、またね。グランダーでいきますが、ルーニーにはボールを取らない。しっかり守っています。でも去年も本当にいいシーズンを送ったんじゃないですかね。はい。はい、まあ、ですから18年目を迎えるわけですが、また一つこう、まあ、ベテランでもちろん大きいんですが、まあ、気持ちの上でも大きくなって、まあ、リスタートを切る格好になります。さあ、そしてこのゲームなんですが、まあ、その試合開始前の表情とかちょっとこう伝えてもらおうと思うんですが、リポータージェランさん、ジェランさん、はい、はい、まずは現在のピッチ上なんですけれども、先ほどから雨が強まったり弱まったりというのを繰り返している状況です、はいはい、さて浦和レッズ王者監督なんですが、先ほどベンチに座ってメモを取りながら試合を見守る様子も見せていました、はい、試合開始前のコメントは、めったにやれない相手なので、うん、いいパフォーマンスをして楽しもうということでした、はい、対するマンチェスターユナイテッドのサー・アレックス・ファーガソン監督のコメントはですね、はい、今回は5回目の来日だが、うん、89年に初めて日本に来た時と2005年に浦和レッズと対戦した時と比べて、まあ、非常に日本のサッカーが成長したことを感じた、そういったことも考えて今日の試合は難しい試合になることを期待するとのことでした、うん、なるほど、
という福田さん、はい、まあ、確かにオジェク監督が言ったら日本チャンピオンの意地を見せたいですしね、うん、はい、それからファーガソン監督もまあ多少の試合工事にも入っているんでしょうが、あの89年というのはこれ実は神宮球場で日本代表とやっているわけですよね、うん、これ横山監督ですかね。そうだと思います ね、はい、イングスが行きます。そしてここもかわしていこうということで落としてロナウド、ロナウド中にはもうルーニーが待っていますが、この辺のフェイントです。これ、スコールズ、スコールズからおっと出しましたね、うん、イメージ的には打つかなというイメージもあったんですが、はい、もう十分あの辺の、もう20メートル、25メートルっていうのは彼のシュートレンジですからね。ですよね。ただ今シュートに行くよと見せかけたんで、うん、やっぱり裏のディフェンスがちょっとそっちに集中したんで、今のパスの選択っていうのはちょっと裏をかかれてましたよね。今シーズン16シーズン目に入りました。そして今映っているのがアレックス・ファーガソン監督です、まあ、年齢的にも65歳になりました。とにかく22シーズンが終わったということで、まあ、その間にもこのプレミアリーグは、まあ、チームとしては16回の優勝ですが、まあ、去年で9回目 FA カップが5回、リングカップ2回、チャンピオンリーグも1回という、まあ、非常に、まあ、サーの称号を持っているわけですから素晴らしい監督です。ここは中に出ますがキーパーと言います。そうも今2回3回また来ましたね、クリスチャン・ノーランドみたいでしたね、はいはい、まあ、16回も渡せばなかったんですけどね、1回2回、はい、2回ですね、あ、まあ、ちょっとブラウンも振られましたよね、うん、はい、いや、いいとこ見せたいですよ、こういう若い選手は。そうですね。で、ちょっと声かけてもらいたい、チャンスあれば行きたい、うん、ね、いろいろこう夢は膨らんできます。だってパクチソンもね、はい、いるわけですからね、十分チャンスはあるわけですよ、アジアの選手とかね、はい、まあ、今回来てないんですが、はい、パクチソンもだって京都ですからね、そういうことですよ、はい、ここはギンさん前出ていますが、ですからフォワードを見ているとマイクのやっぱりルーニーであったりこのギグスであったりというこれが入れ替わり確かになんですが、まあ、ルーニーまだだから打てない状況ですね。そうです ね、まあ、チャンスメイクというか、はい、そういう感じになってますね、うん、さあ、そしてドナウド、こういうとこね、今ワンタッチですよ。そしてエブラが来ました。簡単にこうチャンス作っていくんですよね、ドナウド、この技術の高さですね、スコールズ、そしてもう1回エブラに行きます。これフリーになっちゃいますよね、はい、ここからクロスは行かないで、山田も飛び込めないですよね。うわっと、いい守備ですね。その辺ですから皆さん、本当あの守備というのはやっぱりこう相手が来るその距離感とか威力を出てくるんですが、確かに飛び込めいいじゃないのという人がいるかは分かりませんが、やっぱりそれできるわけですね。そういうことですね、今みたいにいい状態で、まあ、エブラ持ってましたけど、はい、うん、ああいう状態だとなかなか飛び込めないですよね、本当はああいう状態を作っちゃいけないんですけど、はいはいはい、どうしてもボールを回されてしまうんで、どうしてもああいう形になってしまうんですね、はい、そういう時はしょうがないからやっぱりしっかりと見てですね、飛び込まずに粘り強く対応するってことですね、エブラも2005、2006シーズンからこのマンチェスターユナイテッドです。もともとはパリサンジェルマンから、まあ、スタートしているというパリ代表、フランス代表のプレーヤーになります。まあ、マンチェスターユナイテッドにしてみると、はい、この左サイドですね、うん、まあ、今日はエブラやってますけど、はい、まあ、エイセが、まあ、移籍するかしないかといろいろ言われてますけど、この左サイドがなかなか、ね、定まらない、うん、あとセンターフォワードですね、まあ、ファンニステロールがいましたけど、はい、それが抜けてからちょっといないと、 そうですね、その辺がやっぱり一つ大きな補強ポイントになるんじゃないですかね。欲しいですね、やっぱりね、そういうことですね、さあ、そしてルーニーが行きます。ルーニーが追っていきますが、ここはキーパーに戻しました。おっとプレッシャーをかけます。これだけでもあっという大歓声です。いや、今ね、はい、ルーニー最後まで追いましたよね、最後スライディングしましたよね、それ以外にもですね、はい、この試合でボール取られた後もうものすごい勢いで追いかけてるんですよ、まあ、そういうところをですね、日本の選手、ここに来てるお客さん、はい、テレビを見てる人たち、その辺当たり前のことを当たり前のやってるわけですよ、それやっぱ一流だっていうことなんですね。なるほど、まだ21歳です、はい、それをしないと出れないんですよ、試合には、はい、さあ、そしてドナルド行きました。絶対ボールを取られませんね。やはりですね、ものすごい勢いで仕掛けてるんで、前に行ってますから、はい、相手にボールが当たっても、ね、自分の方に転がるんですよね、勢いよく仕掛けてるんで、ディフェンスはどうしても後ろ向きでディフェンスするんで、ボールが当たってもですね、前に転がらないんですね、そして今ブラウンが行きました。このブラウンが右サイド、左がエブラですが、これを両サイドやっぱりかなり高い位置キープしてきますよね。そうですね、まあ、ブラウンもセンターバックやったりね、右サイドやったり非常に器用な選手ですよね、27歳です。もちろんイングランド代表プレーヤーです。昨年は23試合でといます。さあ、そしてここからチャンスだから、クロスが1本上がる。さあ、ロナウドパス、届きません。さあ、そしてポンテ、うまいですね、ポンテね、今のワンタッチコントロールね。さあ、そして田中達也が行っている、
小野がいますがちょっと遅いか、でここで出しますが、おっといいですね、追いつくか、打ち立てですね、そしてクロスはおお、最後ポンテ、うん、打ち立てもかなり走りました。もうね、あのぐらいの長いランニングしないとチャンス作れないですよ、裏は、やはりかなりボールキープされてるんでね、はい、どうしてもラインが深くなってますから、長い距離を走らないとチャンスならないですね、はい、今よく走ったと思いますよ、ね、はい、だから内田てあるいは長谷部、この辺の走りが必要なわけですよね。そういうことですね、もう今カウンターになりましたけど、はい、もうしょうがないですね、ホームですけど、うんうん、カウンターを狙うというよりはカウンターしかできないですよ、これは、これだけボールを回されてしまうとですね、ラインが下がってしまいますから。そうなんですよね、かと思うとこういうサイドチェンジが入ってくるわけですね、はい。まあ、レッツもシーズンは6月の30日に一旦終わりました。そしてまあナビスコカップがあったという、まあ、もちろんシーズン真っ只中、まあ、一方はそのシーズン終わって、そしてまあこれからその2007-2008シーズンに向かおうという、8月の12日がプレミアリーグの開幕になりますが、まあ、ですからこのアジアツアーは4ゲーム、まあ、予定をしています。この日本を含めてマカオあるいは中国、まあ、韓国、この辺なんですが、まあ、そこでやっぱりしっかり調整をして、でレベルアップさせて本番ということなんですよね。そういうことですね、だからやっぱり勝たなきゃいけないわけですね、これマンチェスターユナイテッド。そう思いますね、はい、あのやっぱりどんな試合でもやっぱ彼らプロフェッショナルですし、はい、やっぱ一流選手が揃ってますからね、マンチェスターユナイテッドということを考えればですね、負けるということは許されないことだと僕は思いますけどね、いや、あの気候とかそういうことも手伝ってると思いますけど、はい、非常にコンディション良さそうですよね、動きが非常にあの軽そうですもんね。そうですか、はい、クリスチャーノ・ロナウドのまたぎなんかもね、軽そうですからね、うん、この人です、この人です、この人です。とあっと打ち立て負けた、エブラが行く、まだボールを持つ。さあそしてここはサポートがないが、ここから遠い地へ今パスを渡しますが、さあそしてここは15番のビリッチがいます。長いボール、これが正確なんですよね、で取れるかな、あ取るんですか、あ行きました。そしてフレッチャーが行きます。ここからクロスがいっぱい入った、でルーニーに合わせか、その後ろ、あちょっとトラップする。さあギグスが行っています。これもゴール前に、おっと山田いいですね、やっぱり ね山田やっぱ能力高いですね、普段はちょっとね、はい、寝ちゃってるのかなって思う時ありますけど、能力高いですよ、ね、いやだから今回肘の山田自身も楽しみしてますからね、はい、気をつけた方がいいですよ。ああ面白かった。ああここは見ていた細貝、ただフレッチャーが行く、落としてシュートになっていった、キャリックのシュートになります。キャリックもですね、はい、チャンピオンズリーグの時にものすごいシュート2点ぐらい決めてましたからね、ミドルレンジからね、あのプレミアリーグは大体このミドルレンジが多いですよね。そうですね、はい、まあ、スコールズにしてもキャリックにしても、やっぱり、まあ、日本でいうボランチですね、はいはい、そこの選手やっぱりミドルレンジからのシュート力がないとなかなか甲子園出れないですね、もちろんイングランド代表です。さあそしてここがギグスがいます。ギグス、おっと前を向くのか、シュートを狙うか、これが壁になりました。ただ今ルーリーが多少引いたりしてボールを欲しがっていました。このシンジからルーニーに渡ってしまった、うーん、いいパスになっちゃいました。ルーニー、ギグス、これ危ないですよ、ギグス、ギグス、今だからルーニーが渡してギグス、そしてまたルーニーが走っていくわけですよね、はい、浦和は7人で守ってましたからね、はい、それを3人で攻めてるんですけど、でも危なす攻めちゃう感じますよね、なんかね、でもなんでそうなりますか、人数ではもう圧倒的優位ですよね、やっぱりその、はい、技術力っていうか正確にこうパスが回せるってことですね、アウト、山田1人のドリブルに対して2人ぐらいで守らなきゃいけないっていうことですよね、そうするとどうしてもそのぐらい引きつけられてしまうんですからね、はい、さあそしてここからネネが行きます。ネネもブラジルの意地があります。あしかしこの辺で結局回せないんですね、やっぱ簡単にボール失ってしまいますよね、ですよね、はい、あの位置やっぱもったいないですよね、いわゆるこうバイタリーに入ってそしてシュートで持っていくというところでボールを取られてしまいます。まあ、そのマンチェスター・ユナイテッド89年に一度日本代表とプレーをしました、まあ、その後99年にはこれあのプレミアム3冠を取った年ですがトヨタカップなんですよね、はい、この時にパルメイラスに勝って、まあ、世界一になりました。もちろんファーガソン監督、まあ、ベッカムもいましたね、まだ ね、あのいわゆるベッカムフィーバーでしたよね、はいはい、まあ、そのベッカムは今ギャラクシーということでまたアメリカのサッカーをね、あの彼も発展させようということで乗り込んでいってるんですが、長いボールが来ました、いいサイドチェンジですね、はい、初めね、うん、
にシュートまで行きたいですね。どういうふうに持っていくのかな。うわっと、これどう見ればいいですか。まあ1対1 でしたけど、まあいいチャレンジだったと思いますよ相馬、まああの辺の体ですね、はい、あれあのぐらい体を入れられてしまうんだったらもう少しスペースに出して、はい、ランニングした方が良かったかもしれないですね、うん、悔しいけどあの場面が今マンチェスター・ユナイテッドの選手だったらそのままいけるわけですよね。そういうことですね。ただですね、日本人っていうことを考えると、はい、やっぱりそのフィジカルの部分に関してですね、当たるということに関しては、うん、やっぱ不利なわけですよ、はい、だからそういうシーンをできる限り作らないようにしないといけないということですね、まあ、今日本代表がオシム監督のもとにですね、はいはい、日本的なサッカーっていうことを言ってますけど、やっぱそういうに苦手なことをあんまりやらないようにするためにも、うん、やっぱもう少し動かないといけないと思いますよね、なるほど、動きを入れながら止まった状態からでやっぱりフィジカルの差が出てしまいますから、はい、そしてロナウド、おーっと打ってきたシュートということで、まあ、意表をつく非常にタイミングの難しいシュートで、これ続きとしてもやっぱり取れませんよね、弾いた方がいいわけですね。これですね、J リーグだとこれないんですよ、ここまで2人でプレッシャーかかってますよね、であんだけ鋭いボール落ちてますけど回転しないで、うん、こういうことってあんまないですよね、まあ、プレミアでは普通ですけど ね, ねまたクリスチャン・ロナウドのシュートレンジですからね、あれで何点も取ってますからねプレミアでね、まあ、気があったということなんですよね。さあ、ヒュースケッター、そしてゴール前がある、おっと、これでここがクリアボールになりますが、そしてオドが向かっていきますが、スコールズも行っています。ギウス中には、15番のビディッチも入っていたんですが、さあ、ここはチャンスなのかな、ね、はい、田中達也、ポンテ、田中達也が今中央へ走り込んでいこうということですが、ポンテが今このボールを取れませんでした。ちょっと裏の選手ね、はい、遠慮しちゃいけないと思いますよ、ホームですからね、はい、はい、このもっともっと積極的に失敗してもいいからどんどん行った方がいいと思います。そうですね、どんどん仕掛けた方がいいですね。打点狙ったシュートだ、おー決まった、なんと内立てがシュートゴールイン、先制点だ、尾関監督も笑顔、これは意表をついたシュートですが、今ファンのサーブはどうだったんですか。ボールが変化したんですかね。ですよね、今ね、逆を使いましたね、ちょっとね。ですよね。ただ今みたいな積極的なプレーがこういう点になってるわけですよね、これ前空いてますよね。でここでバウンド変化してですね、少し足の外側に当たって、はい、いや素晴らしい、いや僕内立てのですね、あのミドルレンジからのシュート初めて見ましたね、入ったの。いやすごいじゃないですか、と無回転ですね、ちょっと不規則な回転して、はい、これで面白くなりましたね、試合ね。ルーニー、そして浦和先生した方が面白いですよ、これですよね、はい、そしてさあスコールズがボールを持った、横へ出していったブラウンがいる、ブラウンからフレッチェが取りに行きますが、ブラウンまだ持っている、ギグス、ブラウン、まあ、フィジカル強いですね、はい、そしてフレッチャー、クロスで入れる、ルーニーが待っている、ルーニー飛ぶ、落として、ここは小野伸二がいました、何号逃れます。ただ福田さん、はい、先制、おーいいですよ、と言った磯貝、達也だ、達也だ、磯貝、そうか、そうか、今のじゃ達也だという出し方ですね。あーっと、ロナウド、中へ声出して、ネネがいた、ネネがいました。いやー、山田激しくなってきました。ただ細貝に守備行ったのはルーニーですかね、はい、ルーニーなんか結構引いた時にいますよね。あ、まあ、自由にこう引いてきて受けたりとか、で前線のギグス、クリスチャン・ロナウド、その辺でうまくこう3人でバランスを取ってるんですけど、ただすごいですね、ポンテから右、山田、いいボールだ、山田からクロスが入っていく、おっと、田中達也のシュートです。ちょっと内田でのゴールでちょっと自信を深めたというか、やれるっていう感じをちょっと掴んだかもしれないですね、積極性というのが出てきましたね、ね、ただ何人の方が先制ゴール内田を予想したか、ほとんどいなかったですよね。いや、内田には申し訳ないですけど、誰も想像してなかったと思うんですよね。内田自身も、はいはいはい、そのぐらいですね、まあ、点を取る選手じゃないですからね、あんまりね。いや、いいゴールになりました。ただやっぱりあのシーンっていうのは、ドリブルに入った時前空いてましたよね、はい、あそこ仕掛けたことがああいうゴールになったと思うんですよね、これ前空いてましたよね、で思い切っていきました。そうですね、本当変化したんですね、
右サイドも空いてたと思うんですけど、やっぱシュート選択しましたよね、思い切りの良さって重要ですね。ファンデルサールがあんなに逆を取られるシーンだってないですからね、あんまりね、ただ意外とあのミスはあるキーパーなんです、まあそうですね、実際のところね、ただですね、キーパーにしてみると今ボールが進化してますよね、キーパーにとってはやっぱ非常に難しいですよね、判断がね、ボールが不規則にこう回転しますからね、いや気持ちのいいゴールインでした。さあここはまたボールを回していきますが、まあ、このマンチェスターユナイテッドはその後に97年7月22日にレッズ戦は2対1の勝ち、まあ、そして実は2005年7月30日これが2対0でマンチェスターユナイテッド勝っていますが、その前2004年の8月5日に1回チャンスがあったんです、まあ、これはボードホンカップがあって、あのオールドトラッフォードに乗り込んでレッズがそこでプレーできるはずだったんですよね、これは雷雨で中止になっちゃって 残念ですよね。オールドトラッフォードでなかなかできないですからね、サッカー足を踏み入れるだけでもなんか感激ですよね、ルーニー、シビル、ちょっこりで、さあそしてまたルーニーがボールを持つ、ルーニーが持つ、ここからクロスが一本入ってきますが、キャニックから行きました。ただルーニーも多少この体重が多いんじゃないかという言われた時期もあったんですが、ただ体本当に一回り二回り大きくなっています。ポンテ、さあレッズがチャンスを迎えるか、ポンテが行った、ポンテから田中達也落とす、どうだ狙うかという声出した、中には相馬が入っていました。いやシンプルな攻撃でしたけど非常に良かったですね、右から左ですね、ポンテから田中達也、ちょっとコントロールミスしましたけど、コースなかったですけど思い切りシュート打ちましたね、このボール良かったですね、そうですね、ちょっとねような感じもしますけど、下がって角度がなくなりました、ただコーナーを取ります。さあこのコーナーキックをどういうふうに対応していくのか、堀内が動いた、あとニアサイドいきますが、これはクリアボールになります、まあ、ちょっと高さでは無駄ないですから、少し変化つけてもいいかもしれないですね、ただ入れただけではなかなか、まあトゥーリオもいないですし、ですね、まあ、ワシントンもいないですよね、高さという部分ではなかなか厳しいですから、まあ、少し変化つける、ショートコーナーしたりとか、いろいろした方がいいかもしれないですね、いやだからさっきあの福田さんが本当こうシンプルでいいという、だからやっぱりシンプルはいいんですよね、そうです、簡単にさばくということですよね、あこれ危ないですね、ロナウド、ハセルが対応しましたが、ロナウドから右へ行く、ここはボールは取れないか、そしてあのギグスを狙っていますがダメ、フレッチャーからギグス、ここは続きが取りました。やはり本当にファンタスティックなプレーヤーになります、背番号7番クリスティアーノ・ロナウド、いやなんか列に欲しい選手ですね、いや日本代表にも欲しいでしょう、日本のサッカーに欲しい、欲しいな、はい、山田一人で局面を打開できてですね、数的優位を作れるんですよ、はい、これはやっぱすごいですよ、うん、まあ、だから高いお金が ね、まあ、そうですね、必要なんですけどね、ポルトガル代表です、もともとはスポーティング、まあ、そして2003シーズン2003、2004というこのシーズンから、まあ、そのマンチェスターユナイテッドに移籍をしています。まあ、ですから今シーズンが、まあ、この07、08は5シーズン目になります。まあ、でも先シーズンはすごい働きでしたよ、もう本当にもうドリブル、パス、シュート、すべてね、素晴らしかったですね、苦しい時に彼の一人の力でゲームをひっくり返した試合って何試合も多く見てきましたからね、プレミアでね、さあそしてここは今度はネネにボールが来ました、裏列がボールを持ちます、自陣から相手陣内、このハーフライン越えようという場所になりますが、細貝、山田が待っています、その山田右サイド、内田が今スタート切りますが、田中達也もスタート切りました、その間を割ってポンテが行きますが、ここはリオファーディナンドです、リオファーディナンドも本当に強い、高い強い、そして上手いんです ね、 ですよね、足元はフィードも上手いですからね、なかなかそういう選手はね、高くて上手い選手といってもね、なかなかいないですよね、おっと中入りますのリオが今クリアになります。やっぱりあの2000年の日韓開催のワールドカップでもこのリオの顔というのは非常に覚えられましたからね、ちょっと髪型がねもう少し違いましたけどね、うん、その時ね、ちょっとドレッドいろんな、そういろんな髪するんですよね、この人はね、ポンテがいきますが、弟だってプレミアで頑張ってますからね、そういうことですね、いいですよ、山田から、ポンテ、
ですね、山田とクリスチャン・ロナウドの対決ね、はい、山田、ここはキャリックが来ました。そしてギブス、細貝が行く、おっと取ったね、あ、ファールがありました。まあ、細貝もなかなかこのリーグ戦ではチャンスをもらえないんですが、こういった場面でやっぱりかなり強烈にアピールできる場所ですから、細貝は、ね、いい選手だと思うんですけどね、はい、オリンピック代表にもね、入ってますけど、そうなんですよね、非常に能力高いですし、はい、浦和でもそんなにリーグ戦では出番ないですけど、天皇杯連覇しましたよね、そうですよね、その時にやっぱり相当な活躍をしてるんですよね、だからチャンスをね、彼にはもう少し与えてほしいなって思いますよ ね、 ね、個人的にはね。で、前回のこのマンチェスターユナイテッド戦2005年ですが、この時も実は出てるんですよね、ギド監督の時代になりますが、いや彼、はい、細貝本当に能力高いですよ、センターバックもできますし、はい、ディフェンシブの中盤もできますし、まあ、今流行りのポリバレントっていうんですか、うんうんうん、ね、いろいろなポジションをこなせる選手ですよ ね、はい、ですよね、非常に能力高いですよね、はい、やっぱり本当、例えばルーニーとかロナウドとかこの辺の世代になりますからね、そうなんですよ ね、本当ですよね、ルーニーにしても、はい、クリスチャン・ロナウドにしてもまだまだ22、3でしょ、本当そうなんですよ、若いんですよ、ロナウドが22、ルーニーが21ですからね、オリンピックに出れるわけですよ、そうなんです、そうなんです、ね、はい、多分出ないと思いますけど回してルーニー行った、ルーニー持った、ルーニーどうする、落としてロナウド、今のはパスじゃないですね、多分ね、まだあります、ギブス中に出た、山田行きました、よく守った、そして今ちょっとルーニーとの接触になりますね、山田です ね、腰あたりをちょっと抑える格好になりますが、いやだからやっぱりルーニークラスがノックされてくるんです、176センチ、そして83キロになっていますが、まあ、もう少しあるかなという雰囲気もありますが、山田がちょっとこう痛んでいますが大丈夫かな、でもこういうのがもう日頃しょっちゅう行われているわけですから、 それに勝ってるわけですね、みんなね、ホルガー・オジェク監督、今シーズンからまたこのレッズに復帰、95年96年はこのレッズでまあ監督をしました、まあ、その95年が福田さんのまあ得点王というそのシーズンだったんですが、まあレッズもあれで随分やっぱり変わりましたよね、チームそのものもね、そうですね、J リーグが開幕して93、94とあまりいい成績残せない中で、初めて外国人の監督をですね、はい、になって、やっぱチームというのがちょっと変わったと思いますね、ですよね、ポンテから小野伸二、ダメか、まあ、整理されたってことでしょうね、いろんなことが整理されたと、はい、選手のよく役割なんて言いますけど、うんうん、そういうことが明確になってきたってことですね、ってことは何かってこと、責任の所在もはっきりしてきたってことですね、はい、うん、そしたら何が悪かったかっていうこともはっきりしますし、うん、そしたら何をしなければいけないんだっていうこともはっきりしてきたと、はい、そういうことをこう明確にしてくれた監督じゃないですかね、うん、まあ、ある意味ではやっぱりその裏列にやっぱりヨーロッパの血が入ったわけですからね、そういうことですね、まあ、その時に、まあ、去年まで監督やったギドもいましたし、リベバイン、いましたね、ドイツ人でも、まあね、ドイツ代表で素晴らしい選手たちもいましたから ね、そういう力っていうのもあったと思いますけどね、さあそして、ここでまた持ちますね、ギグスへのパスは通りません、ただ1対0と打ち立ての五輪でレッズが今1点をリードしていますが、その後何か変わったところありますか、1点が入ったと、いや特別変わりはないですね、はい、ちょっと裏の選手たちがですね、積極的になったかなっていうぐらいで、はい、試合展開としてはほとんど変わってないですね、そうですか、まあ、マンチェスターユナイテッドがしっかりボールをつないで、まあ、ポゼッションから言ったら本当にこれ6割7割、はいはい、マンチェスターユナイテッドがポゼッションしていると思いますから想定ないですよね、はい、まあ、そういう中での試合ですね、はい、で浦和は引きたいラインをもう少し高く上げたいんだけど、うん、引かざるを得ない、押し込まれているという状態だと思いますね、はい、この辺も正確ですよね、最後の最後でどうにか防いでいるという状態だと思いますけど、ロナウドからあっとここはエブラが行ったんですが、内立が対応していました、クリスティアーノ・ロナウドです。このマンチェスター・ユナイテッドは1878年にできています。当時はまだニュートン・ヒースという、まあ、鉄道労働者のチームだったんですが、で、まあ、1902年に、まあ、現在のマンチェスター・ユナイテッドに名称変更されています。
まあ、その後すぐに強くなったんですが、一時やっぱり低迷期もありましたよね。はい、低迷期ありましたね。まあ、それを立て直したのがやっぱりファーガソン監督だったわけですよね。まさかミュンヘンの悲劇というあれが57、58シーズンですが、そういうこともあったんですよね。はい、まあ、選手コーチを何人か亡くしてしまうというね、非常に不幸な出来事だったんですが、まあ、そういった苦難を乗り越えて、まあ、本当にもういわゆるこうスーパークラブに仕上げたというこのマンチェスターユナイテッドです。さあ、そしてリオ・ファーディナンド、まあ、今、ビリッジ持ってましたけど、はい、まあ、先シーズンですね、ビリッジの加入というのもマンチェスターユナイテッド大きいですね。はい、リオ・ファーディナンドとビリッジのこのセンターバックの安定感というのはね、やっぱりプレミアを優勝した大きな原動力になっていると思いますね。はい、いい意味で裏切ってくれたと、そういう話をされるんですよね。いや、俺にはそれほど実力あるよという本人だと思うんですが、評価としては本当によくやってくれたという評価でした。そうですね、セルビアのね、はい、レッドスターから そしてモスクワに行ってですね、スパルタモスクワ、はい、で、はい、いきなりやっぱりビッグクラブですからね、西側のね、まあ、相当なプレッシャーはあったと思いますけどね。はい、やっぱり能力が高いですね。セルビアの選手本当に能力高いですね。コーナーキックからこのゴールというのも取れる選手ですよね。はい、高さがあります。さあ、そしてここはエブラ、フランス代表のエブラ、そしてロナウド、ポルトガル代表です。ただですから、まあ、こういったふうにフランス、ポルトガル、まあ、そういった代表選手も抱えてはいるんですが、やっぱり地元イングランド代表もたくさんいますし、優勢代を大事にしますよね。そうなんですね。おっと、ここは落としていきますが、ファウルになりましたか。その辺がですね、はい、僕はマンチェスターユナイテッドの大きな魅力なんじゃないのかなと思うんですよね。はい、他にもやっぱりプレミアですね、チェルシーであったり、チェルシーやっぱ大金を、はいはい、投入してですね、選手をたくさん買ってくると、それも一つのやり方だと思います。はい、で、まあ、アーセナルなんかも、ベンゲル監督、はい、まあ、アーセナルはベンゲル監督のやりたいサッカーをするために、やっぱりフランス人であったりブラジル人を連れてきたりということありますけど、はい、まあ、マンチェスターユナイテッドのやっぱり一つの魅力っていうのはやっぱりその辺じゃないですかね。イギリス人をやっぱりイングランド人を多く入れてると、はい、でやっぱりユース上がりの選手を、はい、今日も出てますね。ブラウンにしてもフレッチャーにしてもそうだと思いますし、はい、ギグス、スコールズ、そうですよね。はい、そういう選手を大切にしながら、やっぱり若手のいい選手、クリスチャーノ・ロナウド、ルーニーだったり、はい、そういうものを補強しながらやっぱチームを強くしていってるというところもね、やっぱり浦和もそういう方向に進んでもらえるといいなっていう魅力的な、そうですね、やっぱりマンチェスターユナイテッドとマンチェスターっていうのはやっぱり決して大都会ではないですよね。浦和も僕はどっちかって言ったらそうだと思うんですよ。ローカルなチームですよね。だからチェルシーであったり、やっぱりアーセナルのようなロンドンの都会とは違うところがあると思うんですよね。そういう意味でやっぱりこのマンチェスターユナイテッドユニフォームの形も似てますし、そういう意味ではこういうチームを目指してもらいたいなっていうふうに僕は思いますね。まあ、ですから、まあ、そこへおそらく行くための道のりの中で今この列があってね、そのチャンピオンという、はい、まあ、もちろん補強もたくさんしました。でチャンピオンを取ったんですが、だからこれからを考えれば、まあ、将来的にはやっぱりそういった選手をね、たくさん作っていきたいわけですよね。はい、そうですね。まあ、ですからファーガソン監督のいいところはその辺です。まあ、若手育成に力を入れるという、まあ、ですからベッカムをはじめギグス、それからネビル兄弟、スコールズ、それからまあバット、この辺をまあ作り上げたということですから、まあ、功績はそれだけでも大きいですよね。そうですね。それでまたそういう選手たちを大切にしているような感じがしますよね、チームがね。はい、ここいい守備になりました。そうです。大金をはたいて選手を取って勝つのは難しくないですよね。そういうことですね。まあ、それも一つ のプロのチームとしての考え方ですから、はい、別にそれは否定しないですけど、どういうところを目指すかといった時にですね、やっぱりチームに愛着が持てるのはどちらかといったら、はい、ね、マンチェスターユナイテッド。クロスがファイルシュートだったうわーというスコールズのヘディングシュート。ルーニーからスコールズですね。ちょっとフリーになりましたね。はい、完全にフリーでしたね。ですね。ここは続きがよく反応しました。でも今顔は前を向いてるんですが、スーッと逆サイドでパスを渡しました。そしてルーニーから入っていきます。やはりスコールズのポジションからするとですね、浦和のディフェンダーとしてはマークつきづらいんですよね。ディフェンシブなところから出てこられてしまうんでね、やっぱああいう飛び出しっていうのは非常に効果的ですよね。はい、小野伸二、ここはチャンスが出ず小野伸二1点をリードしています。小野伸二、まあ、小野もだってオランダでやっていたわけですからね、まあ、この辺は当然のプレーになります。おっとルーニーが行った。
ルーディが行く、ルーディが行く、ルーディ行った、行った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 、最後は入らない。いやー福田さん、いやーすごいですよ、ここでボール取ってくる、この1対1、堀之内とちょっとね早めにこう出してですね、ボディコンタクトするんです、全くバランス崩さないですよね、最後の最後でしたね、これキーパーとの駆け引きって面白いですね、ここでちょっと内立てのミスを逃さずにですね、ここ体ちょっと当てに行くんですけども、堀之内くね、移動だにしないですね、ギグス飛び込む、おっと打てません。いやしかしルーニーのいいところに出ました。そうですね、はい、あの辺のもう前向いてスピードになった時の1対1の強さですね、はい、速そうに見えないんですが速いんですよね。ロナウド投げ出た、おっとクリア、まあ今8人ぐらいで守ってますからね、はい、どうにか守れてますけどね。ただ山田がねいいんですよね。山田いいですよ、必ず絡んできますよね、はい、今のクリエモムチの山田になりますか、まあ一つのあの、はい、マンチェスターユナイテッドの一つのあのストロングポイントとしてはサイドアタックですからね、はい、ギグス、クリスチャーノ・ロナウド、そうなってくると山田の役割って大きいですからね、おっとここはおっとキャリックが言っていますがダメです、もう一回スコアですから。そしてここはレッドのボールになった田中達也、お出た、コンテ、コンテ、ギグスのマークに行きました、コンテ、コンテから田中達也、田中のスピードを生かせ、さあそして持っていけ、あっと惜しかったですね、捕まりましたね。どうしてもねサポートにはなかなか来れないですからね、一人でちょっと無理していかざるを得ないですよね、はい、さあ長谷部、コンテ狙うか、壁があります、キャリックが壁になりました、あれそうか時間ですね、4分5分ですね、はい、早くないですか、あっという間でしたね、なんか集中して見てたら、はい、時間過ぎるの忘れてましたが、もう45分が過ぎました、まあ、そして形としてはレッツが1点取って終わったわけですね、うんうん、いいと思います、試合展開としては。ですよね、ホームが勝ってるということは非常にいいことだと思います、ね、ですよね、はい、まあ、ユニフォームはホームのユニフォームではないんですが、まあ、とにかくこの白いレッツが今日は北瀬のゴールインで1点を先行しました。前半終了です、レッツがマンチェスターユナイテッドから1点を取っています。いやこの暗くなった空が赤く見えませんか。そんなことないでしょうが両チーム赤ですからね、はい、まあでもなんかほんとこう時間を忘れるような、うん、そんな中ゲームになりましたからね。そういうことですね、もういろんなところでこう見どころがあるんでね、うん、ついついこうピッチを見てしまうというか ね、 そうそうそうね、目が離せないような試合ですね、という今日は福田正博さんとそして上野明でお伝えしていますが、まあ、あのいろんなやっぱりチームが来るんですが、やっぱりこう、はい、マンチェスターユナイテッドというこのやっぱりブランド名ですよね、うん、これはすごいですね、うん、ねすごいと思います。メンバーもすごいですけど ね、 ね、はい、まあ、当然ですが、まあ、チケット完売ですから、うん、みんながおそらく楽しんでいると思いますし、はい、その中の今ヒーローが打ち立てですから、すごいですね、誰も想像してなかったと思いますよさあ、はい、それではハイライトをちょっとご紹介しましょうか。いや本当打ち立て、さあまずはロナウドのこのフェイントですよね、まあ、この人の特徴なんで、このトラップもいいですね、はい、なんか出してしまいそうなところを出さないですからね、うん、で細貝のこのディフェンスですよね、対応良かったと思いますよ、前半はねやっぱりクリスチャーノ・ロナウドにそう自由にはさせてなかったですね、山田にしても、やっぱり今の細貝にしてもね、うん、そして今度はこれがルーニーが行くんですね、こういうとこね、こういうとこ見習ってもらいたいですね、おっとはもうでも反則ですねちょっとね、うん、飛び蹴りしてますから ね、 さあ、ね、そして25分これだ、おっとこれ30メートルがあったんじゃないですか、ありましたね、これドリブルしてね、すごいな、迷いなかったですね、もう完全にワールドクラスですよ、いや本当ですよ、うわ、決めた後ねニコリともしなかったです最初、うん、びっくりしちゃったんじゃないですか、ね、自分もでちょっと立ってからニコッとしましたけどね、さあ今度はルーニーこれがすごかったですね、 50m ぐらいドリブルしてますからね、ぬく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 、そして最後ですね、そうなんです、最後はですね、キーパーと駆け引きで、まあ、続きはねうまく駆け引きに勝ちましたけど、本当にすごいですね、 50m はドリブルしてあれだけの余裕があるんですから、ゴール前で大したもんですやっぱりルーニーは。いやだから福田さんね、あの本当やっぱり見てて確かに褒めなきゃいけないシーンばかりですから当然褒めるんですが、なんかこうレッツの方もっともっと褒めたいし、で例えば田中達也のシュートとかね、うん、なんかこうくちょくちょっとしてこうゴール前で
なんか混戦の中で、うん、ふっとって入るみたいなイメージも、ね、ちょっと持ってたんですが、まだそういうシーンをさせてくれないんですよね。まあね、浦和の攻撃を褒めるのはなかなか難しいでしょうね。回数が少ないですからね。ですよね。さあでスタッツですがね、シュートの数がレッツが3本ですか。で、マンチェスターユナイテッドが6本で、フリーキック、コーナーキック、コーナーキック5本もありましたけどね、マンチェスターユナイテッド。まあ、あの数字的には当然ね、ゲームを見れば分かるように、まあ、どうしてもしょうがないですね、この2つはね。しょうがないです、まあ、よくやってると、いうふうに思いますよ。でも点取ってるのはレッズですから。はい、そうですよ。すごいな、でも内立てはびっくりしましたね。このままもうマンチェスターユナイテッドどうですか。あ、声がかかるかな。かかんないだろうな。いや、でもあのシュートだけはすごい、シュートだけはなったりしてるんですけど、スーパーシュートですね、あのシュートはすごいですよね。後半も期待をしたいと思います。前半はとにかくこの埼玉シティカップは1対0で浦和レッズがマンチェスターユナイテッドから1点をリードしています。まあ、前半はとにかく45分が本当にまワクワクした瞬間がたくさんありました。まあ、時間をまさに忘れるような、まそういったゲーム展開になりました。まあ、そしてこれが後半になりますが、これが今映ります25番のディフェンダーのシンプソン、ダニエル・シンプソンです。まあ、それから今入っているのが2番のこの人がジョナサン・エバンス、この人もまディフェンダー登録になります。北アイルランドです。まあ、そして27番のミカエル・シルベストル、まこの3人がまどうやら入ったようですが、さあとにかくレッズとしては今1点を持っているんですが、もっともっと打つシーンを見たいんですが、さあこの後半ですが、おっとまずボールを持って左へ行きますか。これをホスファイがうまく処理しました。ボールは出ています。後半がスタートしてレッズのシュートシーンを福田さんもっと見たいんですが、そういうことですね、見たいですね。まあ、そんなに多くは、ね、あの望めないと思いますけど、はい、まあ、もう少し前半よりも積極的に、ね、ゴールシーン、シュートシーンといきたいですね。チャンスを作ってもらいたいですね。はい、さあそしてここはフレッチャーからボールが入っていきますが、もうマンチェスターユナイテッドは最終ラインを変えましたね。本当ですね。はい、これだからリオがもういませんもんね。そうです、もうあのビディッチもいないですし、とりあえず今25番シンプソンがこの右に入ったわけですね。はい、エブラもいないですからね。はい、でここには今ロナウドがいます。ブラウン以外はみんな変わりましたね。そうですね、3人ね。はい、でこれが27番入っていったシルベストル、はい、エブラの代わりにシルベストルですね。はい、で右のサイドやってたブラウンがセンターバックに入りましたね。そうですね、ですからリオ・ファーディランドとビリッチが下がった、はい、ということですね。であとエブラですね。はい、はい、これは最終ライン4枚のうちの3枚を変えたということになります。さあそしてこの25番のシンプソンです。まあ、シンプソンもまだ20歳という若い選手になります。若いですね。でエバンスは19歳ですか。はい、ですね。はい、シンプソンは20歳。はい、さあそしてルーニー、ロナウドが取りに行きますが、ルーニーから横へ出しますがフレッチャー、僕はもっとクリアボールちょっと小さい、ロナウド高さもある、落としてくれる。さあそしてまたチャンスを迎えようというところで、この右サイドシンプソンがいます。25番ギグスがいた。さあこのミサイルギングス、11番のギングス、ギングス中にはオーンと入った、打てるか、シュートはどうだ、キーパー正面がこぼしてルーニーが行く、もう一回ここでシュート、フレッチャーが決めました。変わって入った山石、まあ、混戦の中だったんですが最後はフレッチャーという。福田さん、これ混戦ではあったんですが、レッズ守りきれませんでしたか。ここですね、ちょっと山西ハンブルしましたけど、ね、その前にですね、はい、キャリックに中でこれですね、ここでキャリックに起点作られちゃったんですよ ね、 ここですね。そして打ってここでファンブル、ちょっとハンブルしましたけどね。でルーニーが行ってもう一回キャリックから中に入って、そしてフレッチャー、でフレッチャーも非常にあの隙間のないところなんですが、そういうことですね、しっかり行きましたよね。はい、しっかりボール止めてですね、ちょっと止めて助かったかなと思いましたけど、正確に蹴られましたね。ですね、まあ、山西も変わったばかりでしたので、ね、ちょっとボールが手についてなかったですね。そうですね、でやっぱり多少湿った感じありますね。そういうことですね、ちょっと手につきませんでした。1対1の同点になっています。さあそして
コンテがボールを蹴りますが、ネネ、ハセベが入りました。堀の内もいます。そして田中達也、さあシューボール入っていますが、クリアボール、ちょっと重なっていますがクリアになりました。まあ、前半も言いましたけど、ちょっと高さには分がないですから、す、ね、少し変化つけた方が面白いと思うんですけどね。工夫が欲しい、はい、さあ小野伸二、長いボールは、あっとここはダイレクトだったんですがダメ。ここにブラウンが入っています。中にはブラウンとエバンスです。両サイド、右のシンプソン、左にシルベストンです。まあ、裏の方にしてみてもですね、はい、マンチェスターユナイテッド守備ラインがですね、若い選手が多いですから、はい、攻めていくとちょっとチャンスあるかもしれないですね。そう、まあ、ここは2枚で囲んでいます。3が欲しいですね。と、まあ、最後はシンプソンに行きました。25番この人です、シンプソン、イングランドです。まあ、2005、2006はリザーブリーグで活躍しました。非常にこうスピードな選手です。サンダーランドでプレーをしていました。ここはのロイキン監督でしたよね、はい、そこで多少認められたということだったんですが、さあポンテから小野伸二、小野から右へ出しましたね。このボールを大事にしたいですね。平川入り込んでいく中でシュートを打ちました。右サイド、平川です。今の平川もう思い切っていったんですが、そうですね、いいと思いますね、はい、もう中に切り込んでいったらやっぱりシュート、はい、いいと思いますよ。で、山田がここにいます。そして細貝で、ネネで、一旦山岸に戻されます。もう一回山田、まあ、ここもプレスをかけられますが、あとしてはもう少しですね、キャリックからやっぱり周りがもっと動かないといけないと思います、はい、シュートに打った歓声が沸き起こりました。本当あの距離はもう余裕で打ってきますね。そうですね、こう前空いてしまうとですね、本当にシュートコースも、はい、僕らあの J リーグの感覚では、まあ大丈夫な距離だと思うんですよ、はい、でもやはりですねプレミア、まあ、ルーニーなんかにしてみるとですね、もう十分こう狙える、はい、狙ってシュートの打てるぐらいの距離ですからね。そうですよね、あの辺からゴールが決められないとなかなかね、はい、プレミアシップではね、点が取れないですからね。ですよね。多くのゴールはね。ですから、まあ、こういった中で日本人で言えば中田でありね、稲本でありプレーをしていたわけですよね。そういうことですね。まあ、特に中田あたりは、まあ、ボルトンではやっぱり主力になっていたわけですが、なかなか出番がない時期もあったんですが、ただやっぱりあの細い体、フィジカルやっぱり強かったですよね。はい、あの辺がやっぱり求められるところでしょうか。そうですね。プレミアではもう絶対的に求められますね。はい。ここはフレッチャーが行きます。相馬が出しました。スローインはマンチェスターユナイテッド。山岸です。ギグス、うん、ここはプレスをかけた相馬です。1対1と同点になりました。平川です。平川が後半入りました。平川とそして、その山岸が入ってきました。内田と鈴木が下がっています。さあここからどういう展開になるのか。平川、ポンテが身に散りました。ポンテ、シルベストルが行きます。これプレッシャーです。27番ミカエル・シルベストル、フランス代表プレーヤーです。そしてファーガソン監督です。65歳、86年の11月6日に就任しています。サーの賞も持っています。まあ、このゲーム開始前にボビー・チャートンさんもマセルブに出てまいりました。チャートンさんもサーの賞も持っています。さあここからギブス、それルーニーが2サイド、あーっと届いた、ロナウド、ルーニーが入っていった、フレッチャーもいる。さあロナウド、シュート打たれますよこれ、シュートだ、ね、ロナウド、拍手が沸き起こっていますが、という福田さん、なんかこうある意味やられるべくしてやられてしまった感じもありますね。そこでですね、ボール持たれて、パス、ギグスのアウトサイドのパスですね、このスペースと時間を与えてしまうと、はい、あ、最後当たってるんですけど、堀之内が最後いましたかね、あそこね、これね、切り返してからシュートコースを作ってるだけなんですけど、あれだけシュートコース作ってしまうと、本当にすごいシュート飛んできますね。いや、後半の立ち上がり早い段階で2対1逆転されましたレッズです。なんかこう見るとですから、いとも簡単に点にしちゃいましたね。フレッチャー、ロナウド、ねね、本当に、まあ、そのシュートに至るまでのボールの回し方もうまかったですよ今、はい、最後のね、その
ギグスのアウトサイドのパスっていうのもありますけど、そのギグスに行くまでのね、ボールの受け方、パスの出し方、はい、そこまでも良かったですね。流れるような展開でしたからね。あ、だからルーニー、そしてフレッチャーが後ていく、フレッチャーが行った、フレッチャーにボールが出る、フレッチャーから中に入った、さあどうだ、シュートは、このジャンプタイムちょっとありますね。ロナウド、これもでも1点ものですよね。微妙なところでタイミングが合わなかったんですが、早いですね。でもね、ルーニーがボール持ったらですね、フレッチャーが外を走っていく、中にはね、はい、しっかり2人3人詰めてると、クリスチャーノ・ロナウドそうですけどね、クリスチャーノ・ロナウドこの足も速いですし、はい、技術、足元の技術も高いんですけど、このヘディング、はい、これもね強いんですよね。コーナーキックなんかも結構ゴールヘディング決めますからね、はい。上野さん、はい、すみません、ハーフタイムコメントいただきました、うん、はいはい、まずは、マンチェスターユナイテッドサーレックス・ファーガソン監督のコメントです、はい、両チーム非常にいいゲームをしている、許したゴールはアンラッキーだった、うん、ゴールキーパーは攻められない、はい、あとはフィニッシュの問題だけだ、チャンスをしっかり決めていこうとのことでした。なるほど、はい、そして尾崎監督なんですが、はい、前半は非常にディプシリンの取れたパフォーマンスだった、マンチェスターユナイテッド相手に後半これを続けていけるかどうかを見ていきたいと話していました、うん、はい、という両監督の談話、Jランが伝えてくれました。まあ、ここは今チャンスですね。レッズのチャンスになります。これどういうボール入れていくかということですよね、はい、その揺れてる高さだけではダメということですね、はい、コンテ、ネデンが入って、まあ、リディッチとリオファーディナンといなくなったといってもね、はい、やっぱ高さにはなかなか無駄ないですから、入れていって堀野ですか、あっと最後は田中達也のヘッドになりました。まあ、こぼれたらというその場所にしっかりまあいるあたりが田中なんですかね、はい、うん、まあ、今、はい、まあ、裏の場合はこうポンテが右足で蹴りますよね、非常にいいボールで可能性あったと思いますけど、はい、高さのこと考えるとこの左利きの、ね、選手なんかいてね、ゴールの方向にボールが向かっていくとね、なんかこういろんなことが起きそうな、ね、感じがするんですけどね、そうすれば左足と今堀内が触ったんですが、まあ、触るだけでそのままゴールということですよね。触っても触らなくてもっていうこともありますからね、ただ左足のキッカーいないということもありますけど、はい、うん、さあここはまだギグスでフリッチャーがいる、その今ディシピリンという話がね、ジェーランリポートから入りましたが、この規律ですよね、これ後半立ちがどうだったんですかね。まあ、立ち上がりでまあ、分からない間にちょっとやられてしまったということがあります、あると思うんですけど、はい、まあ、基本的にはそういう規律みたいなものはしっかり持ってやってたと思うんですよね、ただそれは個人の力っていうこともあるんでね、はい、組織を破るのはやっぱ個の力っていうこともあるんでね、その辺はですね、この1対1、はい、1対1でどうしても数的優位作られてしまいますよね、いやだから組織を破る個の力、その個の力が随分高いレベルの選手がみんなこれいるわけですよね。そういうことですね。それもまた組織を作ってるわけですね。そういうことですね。ロナウド、この人がもう一つ出しにかかれます。でフェイントをかけるとわーっという歓声です。ルーニー、さあそしてここはシンプソン、もう一回ルーニー、まあ、それとファーガソン監督のやっぱりファンデルサールですが、これはやっぱりハードラックですよね。そういうことだと思います、ね、あのボールはね、はい、あれは、はい、まあ、キーパー攻めれないと思いますね、今やっぱりサッカーボールはああいう風に進化してますからね、非常に変化するようにね、ゴールがたくさん生まれるようにボールが非常に飛ぶようにできてるんでね、キーパーにとっては非常に辛いですよ今はね。ですよね。だから逆に言うとですね、シュートをもっと打てってことなんだと思うんですよ、はいはいはい、あのぐらいの距離でもね、日本人でもやっぱシュートというかチャンスになりますからね、やっぱり 30m ぐらいあったら逆に変化するわけですけど、逆に自分一人で決めようとするんじゃなくて、その後のことを考えてもね、打った方がいいですよ。ロナウド、ロナウド、ロナウド、トラップしてフレッチャー、ああここはサイド変えますね、落ち着いてますね、中外中外で来られると ね、はい、でもう一回これマーク開いてきますからね、からでここにスコーツがいてフレッチャーがいてルーニーがいる、回しますね、でルーニーから中に入って速いボールね、でねねのクリアです。今フレッチャーが引いてきた時にフリーになっちゃうんですよ、はい、やっぱりねボール回されてしまってですね、こう誰もこうアプローチに行けなくなっちゃってるんですよね、はい、そしてエヴァンスです。2番のエヴァンスも確かにサイドランの、まあ、センターバック、非常にクレバーな選手です。特にタックに強いと言われる選手なんですが、あのエヴァンスも2006-2007シーズン、去年になりますが、あの北アイランド代表も経験しましたから、まあ若いんですが力を持っています。さあ力がないとこのユニフォーム着れないんじゃないですか、ね、そうですよね、やっぱり選ばれた人しか着れないユニフォームだと思いますよね、はい、
いやだからこうだこの日本、まあ、唯一のゲームになりますけどね、はい、まあ、そのユニフォーム赤いウェルコーレッドデビルズと今レッツが戦っているわけですが、もちろんその幸せもありますが、どうでしょう、この辺まで来るとやっぱりすごいなってどこかにありますかね、見てて、まあ、その基本的な技術ってよく言われますね、はい、止めて蹴る、うんうん、それも正確に速くできる、はい、そこの違いというのは大きいと思いますよ。あとキック力ですね、サイドチェンジ一つにしても、はい、さあチャンスだった、ポンペ田中達が今入っていく、そこを狙ったんでしょうか、ちょっと場所が違いますね、というか田中しかいないんですよね、入ってくるのはね、そういうことですね、このシーンですよ、はい、もうシュートいってもらいたいですね、長谷部狙う、かかわしてどうする、あっといってもらいたかったですね、相馬入ったエリアの中、相馬持っていく、かわせるかどうだと、この課題守備、そうですね、落ち着いてますね、まあ、去年が38試合は失点が27しかありませんでした、まあ、ですから83点を取って、まあ、ポイント89の、まあ、ダントツの優勝だったんですが、やっぱり38試合で27の失点ですよね、やっぱり少ないですよね、少ないですね、まあ、平均してもこれ0点台ですから、まあ、今の守備見ていてもなんか分かるかなという気がしますが、まあ、この5シーズンを見ても、まあ、優勝が0-2、0-3シーズンだったんですが、まあ、それからしばらくありませんでした。ポンテ・ファンデルサール、197cmあります。197大きいですからね、今ね、アイデア良かったですね、はい、面白かったですね、ここからふわっと浮かして、はい、ただ高いんですよ、やっぱり届きますよね、余裕を持ってちょっとキャッチしましたけど ねファンデルサールもアヤックス、ユベントス、フルハム、そしてマンチェスター・ユナイテッド、もちろんビッグクラブばかりを渡り歩いています。ですね、今のスコールズ、はい、そしてここからルーニーが行く、ルーニースコールズのパス、そしてキャリック、はい、キャリックがフリーになりますからね、ベン・ルーニーですね、そして堀之内、さあまだあります、ロナウドシルベストルからワンタッチなんですよね、はい、スコールズのね、でギブス、ギブスかな、とここはキャリックにはボールいかない、長谷部クリアです、ここはファールがありました、このシーン、こういう場面のフリック、おっと早く入りましたね、あ今ギグスに出したんだと思いますけど ねリスタートの速さだったちょっと淡白な感じがしましたね、はい、ですよね、はい、あのぐらいの距離だったらゆっくり時間かけて、はい、キッカーいますからね、そうだからそれ見たかったんですけどね、本当はね、クリスチャン・ロナウドもいるし、2対1になっています、レッツが1点を展開です、前半は1対0、得意間みたいなパス、あの辺はね、マンチェスター・ユナイテッドの差ですね、あのピシッピシッとボール回りますからね、あの辺のプレッシャーだったらね、あと今みたいなボールスピードですね、はい、そしてポンテ、ここからどうしますか、仕掛けてもらいたいですね、そうするとサイド開きますからね、山田あいいですね、シュートだとこぼれた、さあ入っていく、どうだ、中横切るだけか、触れない、触れませんでした、あそして今ちょっとこう倒れていますが、2番のエヴァンス、平川、いやこのシュートいいですね、そうですね、確かにあの福田さん言うように打つべきですね、こう見るとね、そういうことですね、特に山田なんか打つべきですよ、はい、シュート力も抜群にあるわけですから、多分このチームの中で一番あると思いますよ、はい、そのぐらいのシュート力を持ってますからね、まあ、それとやっぱり今のファンデルサールもやっぱり取れないわけですから、キャッチできないですから ねこの後ですよね、はい、セカンドボールということでチャンス生まれますからね、でここで平川とそしてエヴァンスが、まあ、ちょっと接触してしまいました、とにかく、まあ、スーパープレイヤーが集まったこのマンチェスターユナイテッド、まあ、それを率いるファーガソン監督、あの99年はそのトヨタカップを優勝して世界一になっていますが、あのシーズンはとにかくプレミアリーグ、それから FA カップ、まあ、そしてチャンピオンズリーグ、まあ、この3冠に輝きました、まあ、そして最後はパルメイラスに勝っての、まあ、世界一だったんですが、あの時の99年のチャンピオンズリーグがカンプノーでした、相手がバイエルリードをされてロスタイム2点取って逆転という、まあ、ものすごいゲームになっています。ちょっとまた雨が落ちてきました、この埼玉スタジアム2002、さあオジェフ監督もどういうふうなこの後采配を見せるか、
まあ、選手の交代というのも一つ出てきますよね。そうですね、前半からかなり回されてますからね、はい、今の方はね、はい、その回されて相手を追いかけ回すっていうのは非常に体力消耗しますから、精神的にも、はい、そういう意味ではメンバーチェンジというのも一つどのタイミングでしてくるか、うん、誰を入れるのか、うん、まあ、できればね若い選手に経験を積ましてあげればなっていうふうにも思いますけどね、はい。まあ、ちなみに前回2005年のメンバーは、まあ、都築、山田、堀之内、内館、平川、そして永井、鈴木啓太、まあ、それから細貝、まあ、横山、これが出ていました。まあ、坂井も出ていました。まあ、ですからもちろん途中岡田が入ったりもあったんですが、果たして誰を待ったかと思うんですが、6人までメンバーチェンジは許されます。まあ、でもレッズの選手も今出たくてしょうがないですね。こういうチャンスってないですからね。ないですね。まあ、オジェク監督の、ね、はい、コメントにもありましたけど、こういうチャンスはない、うん、なかなかないと、なかなかないっていうかほとんどないですからね。おっとドナルド、やっぱり出たいですよ、うん、見てるだけじゃねつまんないですよね。クリスチャン・ロナウドはすごいすごいって聞いてても、はい、やってみないと本当のすごさは分かんないですからね。そうですよね。なんであんなまたぎで取れないんだって僕は思ってますけど、これやってみたら取れないわけですよ。だから細貝とか堀之内がいい経験してますよね。そうですよ、今ね、はい、かけがえのない経験だと思いますよ、ね、ギグス、さあそしてルーニーがこの位置になりますが、動いたのはフレッチャー、ニアサイドフレッチャーですが遠い位置に行きました。そしてエバンス、おっと方向変わってシュートになりますが、山岸が落ち着いていました。そして田中達也、早いぞ。でもルーニーなんですよね。いや今のは田中達也でしたからもう抜いてしまうかなと思ったんですが、はい、フォワードの選手でもあのぐらいやるんですよ、やるんですね、守備をね、まあ、当たり前のようにしますからね。ですよね。今やっぱりそういうものを求められるんですよ、本当ですよね。14点取っているシーズン14点ですが、これはやるんですよ。これはロナウドらしくなかったですね、はい、うん、助かりましたね今ね、クリスチャン・ロナウドミスしてくれてね、ただ今横パスをカットされましたから、はい、一番いけない形ですね、あれね。このシンジ、まあ、でもロナウドがミスをすると安心しますよね。まあ人間ですもんね。人間なんだなっていうね、はい、長谷部から山田、山田から上げて田中達也、シンプソンが出しています。で言われているこのコーナー、まあ、本当普通に上げてしまうのかちょっと変化をつけるのかなんですかね。まあ、全くその変化をつけようっていう意図は全くないですよ ね、ずっとこういう形でやってますけど、はい、J リーグならいいと思うんですよ、高さに分がありますからね。ファンデルサールこぼれている、なかなかこう、はい、さあこれチャンスですね。狙ったシュートになりました。そうです、そうですね、はい、あの前半の内立てのがこう呼び水になってるんじゃないですかね。ありますね、確かに。ちょっと遠くても打ては入ると、うん、はい、まあ、内立ては申し訳ないけど内立さんでも入るんだったらみたいなところももしかしたら、選手に勇気づけたところあるかもしれないですね、うん、そういう意味では内立のゴールっていうのはものすごい影響をもたらしてますね、うん、ですね、はい、いや入ったんですけど、ただやっぱり枠の中しっかり行きましたからね。いやいや本当にシュートですよね、いいですね、ワンタッチね、はい。まあ、浦和の場合はですね、やっぱワンタッチが少ないんですよね、はい、J リーグ見ててもですね、やっぱりワンタッチで入れるっていうことは、はい、そのタイミングで人も動いてなきゃいけないんですけど、そういうものもちょっと欠けてるところもあると思うんですけどね、はい、非常にデドナウト、こうマンチェスターユナイテッドなんかワンタッチ多いですよね、はい、シルベストル、そしてドナウト、ルーニー、このワンタッチですね、全部そうですね、ワンタッチがね、効くんですよ、今のワンタッチが、ここでツータッチ、ギブス、でこれでここはアンドシンジがいました。いやでもプレミアリーグはみんなこれですからね、というかね、はい、やっぱりね、はい、激しいプレッシャーの中ではそんなにゆっくりボールを持たせてもらえないですから、こうワンタッチでボールをどんどん変えていかないといけないですよね、そしていい状態になったら、はい、1対1で勝負仕掛けるわけですよ、うん、あっと引きつけられてね、シルベス上げた、そしてフレッチャー待っています、ちょっと伸びていますがフレッチャー、相馬がマークに来ました。あ、そしてここはシンプソン、ルーニー、シュートだ、取った、シュートを打っていきました。いや
ワクワクしますが、オシェですか。そう、アラン・スミス出てきますね。スミスとオシェですね。14番アラン・スミス、したがってギウスを下げますね。ギウスとキャリックですね。はい、ギウスとキャリックを下げて、そしてオシェとこのアラン・スミスを入れてまいります。あ、ギウスもベテランプレイヤーです。まあ、でもいいところをやっぱり見せてくれましたよね。だから僕なんかの世代から言うとですね、はい、ギグスがまだ33歳というのは信じられないですよね。若くしてデビューしてますから、うん、ですよね。はい、35、6なんじゃないかっていう感じするんですよね。だってもう17シーズン終わったわけですからね。そうですよね、すごいですね。で、顔見てもちょっとその年齢には見えないんですよね。はっきり言って73年ですが、11月ですが、間違いなく33歳です。でもキャリアが、そして実績がやっぱり年輪となって顔に現れますからね、はい。オシェが入っていきました。22番です。ジョン・オシェディフェンダーです。190センチあります。それからアラン・スミス14番フォワードです。26歳178センチはイングランド代表になりますが、アラン・スミスという選手も結構荒っぽい選手ですからね、はい。まあ、はい、怪我もしててね、そうですね、シーズン途中から復帰してきて、はい、その前のシーズンはね、本来はフォワードなのにこうディフェンシブな中盤やらされたりとかね、はい、いろいろありましたけど、ですから怪我を考えれば、あのルイサー、それからスルシャール、うん、これはデカ今回来てないんですよね。はい、そうですね。まあ、膝の手術でもありました。まあ、そのスルシャールが実は最初のゲームでは97年ですが、まあ、2点を取っています。ねねねね、うん、今言ったのがラン選手です。まあ、この辺は平気なんです。結構カードをもらう選手です。はい、まあ、それが魅力でもありますからね。まあ、確かにね、はい。ただ去年、あの9試合しか出てないんですよね。去年とか昨シーズンですかね。怪我で途中から復帰してきましたけどね。まあ、リーズから2004シーズンからこのマンチェスターズ、まあ、4シーズン目になります。今シーズンです。ある意味では昨シーズンだってもこう中盤へのコンバートとあったんですが、これは失敗に終わりました。やっぱりフォワードなんですよね。そうだと思いますね、やっぱり自分の中でやっぱフォワードでやりたいっていう気持ちは強いと思いますけどね。ただデビューしてから昨シーズン初めて、まあ、ゲームカムスクだったんですが0点でした。結局はルーニーです。あー、うわ、狙ってきました、ね、狙って山岸狙いましたですよね。70メートルぐらいありましたから ね。それもコントロールしてですよ、はい。ってことは顔が上がってるんですね。キーパー見えてるんですね、いつもゴールを意識してプレーしてるってことですね、はい。適当に蹴ったわけじゃないですからね、キーパーの位置確認して蹴ってるわけですからね、はい。あの普段は本当高青年だそうですからね、ルーニーですか。意外とあのいいやつなんですって。ただまあ当然ですから、ピッチ上ではね、高青年でやっぱり良くなるわけですよね。ある意味やっぱりこう、そうです ね、ちょっと荒々しい、はい、っていうことも重要ですからね、はい。ただやっぱ若くしてやっぱデビューしてますからね、そういうところの難しさっていうのはあるんじゃないですかね。そうですよね。成熟しきってない中でいろんなことを要求されて、はい、またメディアが批判も浴びるわけですよね、なかなかこう受け入れられないところもあるんじゃないですかね、はい。上野さん、はい、今永井選手が準備をしています。ここは田中が行きますが、エヴァンスが出しています。永井がスタンバイということになりますが、永井あたりも見たいですね。見たいですね。2対1です。長谷部、ここを回して山田から出ました。平川からポンテが前にいますが、ポンテ、なかなか入れてもらえません。あっと、ここまでシルブストがいました。そしてドナウド、スペースあるから気をつけた方がいいですね。アラン・スミスが走っていきます。シンプソンが右サイド、そのシンプソンにボールが出ます。シンプソン、ルーニーから、さあここでまたどういうふうにゲームを作るか。スコールズ、ルーニー、中にアラン・スミスが入りました。そのアラン・スミスを狙っていきますがダメです。さあ、そして長谷部、長谷部、コンテから小野伸二がいい上がりを見せる。その伸二にボールを出すが、プレッチャー、そしてシンプソン、大きく蹴りました。
奥にはスミスが待っています。こういうボール強そうですね、アランスミスね、うん、危ないですよ、堀の内、ね、堀の内、その辺私はそうですが、J リーグではしっかり OK なんでしょうが、やっぱり OK 出ないですよね、これね、出ないですね、特にプレミアはね、はい、ああいうルーズボールっていうんですか、それに対してはやっぱものすごいですからね、投手を持っていきますからね、そのプレミアで過去、まあ、去年も含めて昨シーズンも含めて16回の優勝です。 FA カップも11回です。あ、このプレミアでは FA カップというのも非常に重視ある大会になります。まあ、いわゆる日本の天皇杯なんですが、ものすごいやはりこう勝つことに、まあ、栄誉を感じる、まあ、そういった大会です。まあ、それも過去やっぱり5回優勝しています。トータル11回です。まあ、5回はファーガソン時代の5回です。ここからボールが出てきます。ブラウン、スミス、堀之内、いやでもなんとかこの赤い壁を破りたいんですけどね。あの日本の J リーグでは相手チームがこの赤い壁を破ろうと列に挑んでくるんですが、本当に全く逆ですから、あ、捕まります。そしてフレッチャー、裏の時間でしたね、ずっとね、はい、ただこうカウンターがありますからね、はい、あ、ちょっとルーニーが行きました。そしてフレッチャーも入ってきます。ロナウドも前にいます。うまく回りましたね、はい、今ね、そして永井が、あ、田中達也、まだまだこう田中達也も当然このゲームに出ているわけですが、まあ、怪我運には関係ないと思うんですが、万全ではないですよね。そして永井が入っていきます。さあ、この背番号9番をつけた永井ですが、皆さんどんなことをしてほしいですか。いや、もう永井の自分の持っている一番いいところですね、はい、それはやっぱりドリブルなんですよ、うんうん、やっぱりチャンスがあったらどんどんドリブルで仕掛けてもらいたいですね、はい、そこからやっぱチャンスって生まれると思うんでね、やっぱり自分のいいところを出すっていうことが一番重要でしょうね、途中から出てきた時は特に、あと積極性ですね。ロナウド、ルーニー、あっと、オシェが入っていったんですか、ダメです。それとその得意のドリブルがこのマンチェスターユナイテッドというこの赤い壁に対してどのくらい通用するか、やっぱり本人も見てみたいですね。そうですね、まあ、いい形で持ったら僕はいけると思いますよ。しかしもう30分が過ぎました。後半も残りあと15分です。平田さん、あと15分ですよ。早いですね。ね、そうするとこの15分間レッツから言えば、まあ、リードはされています。どんなことをやっていけばいいですか。んー、もうそれはもう、あと1点取られても一緒ですから、はい、そういう意味ではリスクを冒してですね、積極的にやっぱ攻撃に仕掛けるべきだと思いますね。はい、そのためにはもう少し動かないと、ボールも人もよく言ってますけど、簡単なこと言ってるんですけど非常に難しいですよね、はい、ある意味ボールと人があんまり動いてない、ボールを動かすためにやっぱ人が動かないとボール動かないですからね、これしっかりとした守備、ゾーンでですねマンチェスターユナイテッド守ってますから、やっぱり人が引いたり出てったり、そういうことによってですねスペースができたりしますから、はい、そうしないとなかなかこう穴っても生まれないと思うんですよね。ただ気象状況を考えたら動きやすい気温ですね。そうです、十分動けると思いますけどね、今日は選手にとってはこの時期にしては最高のコンディションじゃないですかね、はい、ですよね、雨も心地いいと思うし、はい、うわ、いいですね、いい、一本出ました、相馬が行きます。相馬かわして、さあここからチャンスになる、長谷部どうだった、アンドレスさん、まあ、今ちょっと相馬の判断としては時間をかけていい形だったんですけど、ところがいいですね、ロナウド早いぞ、ロナウド行った、ルーニーも行った、どこへ出す、ルーニーシュート、山岸が過ぎました、まだあるか、オシェ、アラン・スミス、これスミス落としていきました、もう一回ルーニー戻ってきます、ルーニークロスエッド入り、すごいアウト、スミス来ますね、波状攻撃です、カウンターも迫力ありますね、ですね、決定点3人ぐらいで決定点が作りましたね、はい、しょうがないですよ、裏にしてみたら1点負けてるわけですから、ホームで、はい、ああいうシーンはもうどうにもならないんで、ああいうことを恐れずにですね、はい、積極的に人数をかけて攻めるべきですね、ただカウンターを食らわないためにもシュート、はい、フィニッシュで終わるってことは重要だと思いますよね、確かにそれちょっと終われないですよね、フィニッシュシュートではね、そうですね、やはりさっき相馬が切り返していい形で入れようとしてましたけど、やっぱり中とのタイミングということもあるんでね、思い切ってやっぱり入れるっていうのも一つだと僕は思うんですけどね、小野伸二、ですからね、狙うシュートはどうだ、来ました、入った、入りました、
点ゴールが決まりました。後半の33分、小野伸二が取りました。さすがオランダ仕込み。いやー、来ました。落ち着いてましたね、この後ですね、ここからかわしていく、でこのシュートいいですね、切り返し、これやっぱりですね、パスを選択するんじゃなくて、やっぱりここでシュートを意識したんで、やっぱりその切り返しっていうのがね、効いたんだと思うんですよね、やっぱりペナルティーエリアの中近く行ったら、やっぱシュートを意識してプレーする、はい、それがやっぱりああいう切り返しっていうことが効いてくると思うんでね、非常にいいプレーだったと思うんですね、落ち着いてましたね、ゴール前でね。これマンチェスターユナイテッドの選手から見ても、今のレッツのルーニーかオシエが行く、そしてここからクロスが入るか、一旦ゲームとしては面白いですよね、はい、2対2になりました。浦和が先制して、そしてクラス、おっとルーニーですが、しかし山西です、2点取られて、はい、そして同点に追いついてですからね、この選手たちの中でやっぱりレッツの選手で知っているといえばやっぱりオノシーンになるわけでしょうかね。そうですね、やっぱりオランダのフェイでやっていたということですから、はい、まあ、そのオノがやはり、まあ、フェイエノート仕込みといいましょうか、まあ、しっかり点を取りました。2対2同点です。埼玉シティカップ、ねね、まあ、とにかくファーガソン監督もやはりこのシーズンインを迎えるにあたって、まあ、このアジアツアーは非常に大事なツアーだという話をしています。当然ですが勝っていかなきゃいけないということですが、オフサイドありません。さあ長井が来ました。長井いいですね、今ね、長井ね、はい、サイドで受けてスペースで受けて、やっぱり自分の得意なドリブルで仕掛けましたからね、はい、長井もドイツはカールスウェーでプレーはしています。相馬フェイント、フェイント相馬、そしてパーセルか、中入れた、さあチャンスか、なっといないか、でキーパーに戻しました。落ち着いていたスコーです。ちょっとクリスチャン・ロナウドよりちょっと多めに回しましたねちょっと目立ってやろうという、はい、でも良かったですね、いいプレーだと思いますね、まあ、相馬の良さというか、はい、前にスペースがあったらどんどん仕掛けますからね、向かっていくんでね、取られることもあると思いますけど、はい、やっぱり勝負するっていうのはいいと思いますよ。まあ、おそらくこのようなプレーを見て、そしてまたロナウドのあのフェイントを見て、今そのフェイントが出ましたが、これですよね、もう6回目で出ましたからね、はい、であのテレビご覧の中でも子供たちはちょっと真似しようという気持ちになりますよね。でも難しいですよね。まあね、小さい時から今のシーザーズっていうフェイントなんですけど、はい、あれはですね、小さい時から練習しとかないとまたげないんでね。ただ小さい時にやっとけばまたげるんで、非常に今あのスピードを生かしたドリブルでは非常にいいフェイントなんでね、ぜひとも覚えてもらいたいですね、あのロナウジーニョなんかもやりますし、そうですね、はい、ロナウドなんかもやりますしね、南米の選手とかよくやるんで、ね、やりますよね、確かに、はい、あの非常にシンプルですけど、はい、いいフェイントですからね、であのフェイントでなおかつ遠で蹴ってブラジルはよかったロナウドで、またこうボールが変化してしまうということで、ね、そういうことですね、あっとここはシルベストが取りました、まあ、この人も29歳という選手になりますが、まあ、フランス代表プレーヤーです。まあ、センターバックもこなします。非常にクロスは正確です。特に1対1には強いという選手になります。そうですね、はい、1対1に強い選手ですね、シルベストはね。そしてここはテッツの選手は変わるんでしょうかね。まあ、誰しもが今出たいという気持ちでいっぱいなんですが、どうだ、狙うか、シュートだった、ルーニー早いですね、打球があそこで受けられてシュート体勢入られて、やっぱりディフェンス行きますよね、怖いですもんね、いやなんかすごいシュートですね。しかしこう引いて受けて前、はい、一発のコントロールで前向いてもシュートですからね。ネネですか。ネネですね、よく引いた相手にサイドから攻撃しろ、ミドルシュート打てって言いますよね、あのぐらいの迫力ないとミドルシュート意味ないですからね。飛び込むはない、ここはクリアボールになりました、長谷部。さあそして小野伸二、マンチェスターユナイテッド、プレミアリーグのこのチャンピオンに対して非常にいい試合を挑んでいます、日本のチャンピオン浦和レッズ。そしてこれは通らないか、もったいない、ちょっと難しいことを選択しましたね。あ
どうすればよかったんですかね。今真横のパスになってしまいましたね、はいはい、それでのサイドチェンジはあまりそんなに効果的ではないですから、まあ、中で中央で受けてから長谷部にサイドを変えてもよかったと思いますね、はい、なるほど。非常にパスとしては難しいパスになってしまいましたね、はい、そして小池ですね、コンテを下げてまいります。さあ、あと残り38分を回っていますが、7分ぐらいですよね。この若い小池がどういうプレーをしてくれるか、もうはつらつとやってもらいたいです ね思い切りね、はい、まだ20歳です。どんなに走ったって半分ぐらいしか走れないわけですからね。ですよね、はい、いや確かにもう果敢に行ってほしいですね、まあ、それがまた自信にもなりますしね。そういうことですね、でも逆にレベルの差を感じてもそれがまた一つの糧になりますから。そういうことですね、はい、自分がアクションを起こさないと何も得られないってことですよ。ですね、はい、失敗もできないですし、はい、成功も収められないわけですから、とにかくどんどん自分がアクションを起こしていくことですね、はい、まあ、本当学習の場ですからね、ここはね、はい、うまいですね、スコールズ、ディフェンシブの選手がこう後ろにさ、はい、プレスバックっていうんですけどね、ロナウド、そうフェイント、さあそしてどうする、出せない、あよく回った、ねえねえ山田、そして今永井が指示を出しますが、そう曲がれないですね。左サイド永井、小池は前にいます。そう曲がれくると面白いんですけどね、はい、サイド変わってくると、山田、平川からもう一回山田、そして小野伸二、山田、うん、この辺はロナウドが行ったんですが、一旦外でアラン・スミザン狙っています。ルーニーも行きました。このプレッシャーも、うわー、これもプレッシャーかかってますからね。嫌なプレッシャーですね。よくフォワードでこう守備に参加するってありますけど、おっとチャンスです、そう、まあ、あとここはシンプソンファウルなしですね、うん、あれだけ真剣に取りに来られてやっぱプレッシャーかかるんですよね、はい、行きますね、ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、ロナウド、細貝が行っているが、ロナウドどうする、この1対1面白い、あ中に入った、結局上げられちゃったんですね。そういうことですね、まあただいい守備だったと思いますけどね、はい、そんなには突破されたわけではないですからね、はい、ちょっと相馬が傷んでしまいましたね。相馬が今外へ出てしまいました。右の足首あたりでしょうか、押さえていますが、ここでの接触ですね、シンプソンとついた左足ですね、うん、はい、自分の、あ、右足ですか、右足、あですね、はい、足首あるいはすねあたりでしょうか、今スプレーをかけています。オジェ監督、まあ、過去この単独での浦和レッズはマンチェスターユナイテッドに0勝2敗ですが、まあ、今回は引き分けで終わるのか、あるいは1点取って勝つのか、時間の方はあともう41分過ぎましたから4分です。もうロスタイムを含めともう 5分ぐらいしかないと思うんですが、勝てるチャンスはそうそうないですからね、はい、勝っといた方がいいですよ。ですよね、はい、先シーズンプレミアだってほとんど負けてないわけですからね、いや去年負けとなったらだって、まあ、5試合ぐらいしか負けてないよ、28勝5分けの5敗ですからね。そうですね、いやもうこんなチャンスないですからね、はい、まあ、ちなみに負けの少なかったのはチェルシーなんですが、3敗だったんですが、あの引き分けは11だったんですよ ね、まあ、ですからそのチェルシーの3連覇は阻んだということになりました。このマンチェスターユナイテッド、もちろんプレミアの優です。あでもクラブ組織を考えても、選手の個々の能力を考えても、本当にもう学ぶところはたくさんありますからね。そう、まあねえねえ、あと3分です。長谷部、小野伸二、どっかでワンタッチが、そうですね、ワンタッチが入ってくるとリズムが変わるんですよね、はい、シルベストル、平川間に合いません。そしてロナウド、ボールは出ています。これはチャンスになります。さあすごいになりました。小野伸二が出ます。長谷部、おっと教えがプレッシャーをかけますが、あっと取りましたね。そして今アラン・スミスはスタートを切りますが、右サイド、シンプソン、シンプソン勝負をかけるか、どうする、おっと出しましたね。
ここは誰もいません、誰も感じ取っていませんでした。左サイドでクリスチャーノ・ロナウド両手上げてましたけどね、はい、今日は 58,716人が入りましたこの埼玉スタジアム2002。小池が来ますがファンデルサーブ、まあ、ですからもうみんながみんなやっぱり満足してますね、このマンチェスターユナイテッドのプレー。そうだと思いますよ、ね、クリスチャーノ・ロナウドが点取り、はい、そして小野伸二が点取り、そして内立が点取りと、狙ってシュートーと変化当たりました。ロナウド最後まで見せてくれます。もうあの角度っていうのは本当に持ってますね、抜かれてるわけじゃないですからね、はい、シュートコース作られてるんでね、うん、あれだけのスピードで仕掛けられたらどうしてもあのコース作られてしまいますよね、はい、やっぱりスピードなんですね。そういうことで縦に行かれるのが怖いんで、うん、縦をちょっと切りますよね、はい、そうすると中ちょっと角度つけられるともうシュートコース作られちゃうんですよね、スピードがあるからなんですよね、はい、フレッチャー叩きつけますが、ここに出る、どうだ、狙っていくが山口取りました。いやちょっとこれヒヤッとする場面でした。今点を失うと時間的にはもうないわけですから44分、あ、岡野がスタンバイですね。岡野がこれから入ろうというところでしょうか、まあ、前回の2005年も途中から出てきたこの岡野です。あのルーニーが盛んにプレッシャーをかけますが、岡野もあれは得意でしたよね、でしたじゃなくて得意ですよね、はい、ネネが今倒れています。まあ、J リーグの中ではその岡野も随分と相手にプレッシャーをかけるという、まあ、そういったシーンがありました。でこれは誰を下げますか、相馬ですね、ですね、まあ、そのまま故障気味になりましたんで、痛んでいましたんで、まあ、岡野投手になりました。ちょっと岡野も時間は少ないんですが、まあ、目いっぱい走れば何かが起こる選手ですから、はい、1回2回ボール触れればいい時間かもしれないですよ ね、はい、ね、あと10秒で45分になります。どのくらいこのロスタイムを取るかです。相馬どうですか。相馬良かったと思いますね、うん、はい、やはりマンチェスターユナイテッドサイドアタッカー非常にね、イングス、クリスチャーノ・ロナウドと言いましたけど、はい、そういう相手に対してですね、チャンスがあるときはどんどん自分の良さである攻撃ですね、1対1どんどん仕掛けましたからね、はい、そういう意味ではいいプレーが見れたんじゃないですかね。自信持っていいですね。自信持っていいと思いますね、はい、ロスタイム約2分です。あと2分しかありません。まあこの楽しみな埼玉シティカップ、レッズそしてマンチェスターユナイテッド、あと2分しかありません。まあこの数字を見たら選手はもう全員もう動かなきゃね、はい、長い狙ってくるシュート、いい、ね、2番のエヴァンスに当たりました。長谷部、まあ、どんどん動いてほしい時間になりました。どうする山田、狙いましたか。ちょっと無理がありましたね今のね。ですね、はい、体勢もちょっと崩れてましたけど、はい、まあ、途中1本すごいシュートありますけどね、はい、誰かにもう一度預けて、はい、もう一度いい形でボール受けた時にシュートっていうのもありだったと思うんですね今のね、はい、止めてからちょっと考えてからシュートだったんで、ちょっとプレッシャーを受けてしまいましたね、はい、その考えた時間、まあ、ちょっとした時間ですが、ひょっとして入って俺ヒーローかみたいな考えですか。そうじゃないですね。そんなことなんですね。いや、はい、止めた時にシュートのイメージがなかったんじゃないですかね。なるほど、ちょっとそういう判断が遅かったってことですね、はい、シュートに至る。ドナウド落としてきます。さあここからおっと落ちて、さあ取ったレッツ、これ一気に行きたいですね。もうね、もう時間ないですからね。小野伸二、小野伸二、そして横へ出してネネ、ネネから長井が左サイド待っています。その長井、岡野が今動き出した。小池も動いています。長井持った、長井持った、長井行く、長井狙ったシュート、いいですね、はい、あとは枠の中ですね、はい、うん、長井もアウトサイドいらしたらクリスチャーノ・ロナウドみたいなプレーしますからね。ですよね、はい、これ足長くて歩幅があるんですよ、はい、だから今みたいな、ね、プレーっていうのは本当にワールドクラスというか、このレベルでも十分通用するなという感じしますね、はい、あー、そしてホイッスル終わりました。まあ、随分と楽しんだ今日のゲームだったんですが、なんか時の経過非常に早かった、うん、まあ、あっという間でしたね、はい、本当にね、結果は2対2の同点引き分けでこの埼玉シティカップ、この2007年は終了ということになります。まずお疲れ様でした。素晴らしいゴールとなりましたが、このゴール決めた瞬間の感想を教えてください。
Well, I feel good. I think it's always important to score goals and help the team. And I'm very happy. I think I start good and I want to keep going like that.とても嬉しかったです。とにかくゴールをすることはチームにとってもとても大切だったので、それができてよかったと思います。そして最初からいい調子で最後まで続けられたことをとても嬉しく思っています。今日は2対2という結果になりましたが、この結果についてはどういうふうに受け止められていますか？ So today's match ended in draw. What do you think about this match? No, this game is not important. I think the Premier League it's very important. It's good for keep fit, keep ready for the Premier League.But it's always important to play here in Asia because the support is great, is magnific, and every player is happy to play here. 今回の試合は、フレンドリーマッチなので、この試合の結果はそれほど重要ではないと思っています。私たちにとってプレミアが一番重要だと思っていますので、ただ私たちにとってアジアのファンというのはとてもやはり同じ意味で大切なので、その人たちを喜ばせることができてとても良かったと思っています。これで新チームのスタートというふうになったわけなんですけれども、今シーズンの抱負を教えてください。 I look forward. I think we have a great team. The Manchester by a few new players. I think this is very important.And everyone is ready for the next battle, the Premier League, and I hope to win again. 私たちのチームはご存知のようにとても良いチームです。で、今回新しい選手たちもだいぶ入りましたので、これからいい、プレミアでいい結果を出していきたいと思っています。ロナウド選手の来日を心待ちにしていたファンに一言お願いします。So many of your fans are looking forward to seeing you here in Japan, and Yeah, of course. Thank you for everyone. I remember when I come to Japan, everyone received very, very well. The people like me, and I'm appreciate this. And I want to show my football, and I want to make you people happy.ありがとうございます。いつも日本に来るたびにとてもよくしていただいてとても嬉しく思っています。で、皆さんをこういうふうに幸せな気持ちにさせることを私はとても嬉しく思って、私のサッカーをいつも見せたいと思っています。ありがとうございました。Thank you. Thank you. 続いて小野選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の2対2という結果についてどういうふうに思われていますか？そうですね、相手の、ね、すごいすごさというのを、ね、肌で感じられて、その中で、ね、2対2という、ね、結果で終えてよかったなというふうに思っています。素晴らしい同点ゴールでしたが、ゴールを決めた瞬間の気持ちを教えてください。そうですね、もうトラップが、ね、うまくいったんで、もう決まると思ったし、はい、入ってよかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。Ladies and gentlemen, now we start the presentation of the awards of Saitama City Cup. というインタビューだったんですが、ロナウド、そして小野伸二でした。福田さん。はい。ロナウドもああいう声してるんですよね。本日のゲーム2対2の引き分けの意外と声って低いですからね。そうですね。どんな印象だったんですか？本当になんか我々はもう感動だったんですが、本当にいいプレーを見せてくれたなというふうに思いますね。やっぱりそのクリスチャーノ・ロナウド一人見てても楽しいですし、ただその個人の力っていうものを最大限に生かすための組織っていうものもね、しっかりと整備されていると。ワンタッチでしっかりボールが回って、そしていい状態で1対1を作って、はい、そこから個人の力ですね。その辺がね、個人とチームっていうものはいいバランスでこう配置されているというか、バランスが取れてるなという感じがしますね。日本ではレッツが本当に強い、うまい、そういった印象がこの J リーグの中ではみんな持ってますよね。はい、でも相手がこれマンチェスターユナイテッドでした。はい、今福田さんおっしゃるように本当にワンタッチでどんどん回して、でスピードに乗ってる、はい、やっぱり違うのかなという感じがありますね。やっぱりドリブルよりもワンタッチでやることの方が難しいってことですね。それをですね、普通に簡単にやってるように見えるっていうところに、やっぱりレベルの高さっていうものを感じさせましたね、今日ね。